ということで今回は天空城を作るぞー。ザルさんもう僕作りましたよ。えおいお前それやっちゃったら。いやこれ天空城でもなんでもないだろ。まあでもそれじゃあせっかくならここを中心に天空城を作っていきますか。はいじゃあみんな TP するよ。というかラルさん天空城って言っても何建てるんですか。よくぞ聞いてくれた鈴鹿さん。実は何も決めてないからまずはみんなで考えるところから始まるぞ。ですよねさすがラルキルクオリティ。ということでやること決まったぞー。今回やるのはいろんなバイオームを組み合わせた空島を作る。まあこんな感じで砂漠とか森とかいろんなバイオームが作れたら満足です。その画力はどうにかならなかったの。アニメ見ながら適当にか。はいじゃあみんなまずは土台となる石を置きまくって。うおー楽しい。よしよし作業を楽しんでるのはいい子で私の顔殴って楽しんでる。そうなんですよ前回からラルキルアンチになりました。お前なんで動画班にいるんだよ。ラルさーん来てください。僕スカイブロックみたいなの作りましたよ。やめろうちのチャンネルではスカイブロックは禁止用語です。1年前のスカイブロック1回目で終わってるけどいつ続き出ますか。黙れゴミ。ということでラルさんに問題です。このスカイブロックのバイオームは何でしょう。めちゃくちゃまともな問題じゃん。土は普通だから問題はこのあやっぺー。これクリエでブロック複製したせいでジャングルって分かっちゃった。さあラルさん問題に答えてください。やばいこのままジャングルって答えたらさすがにずるいよな。かといってわざと別のバイオーム答えてもそれはそれでやらせみたいだし。ラルさん早く答えてください。クソ私がクリエで出さなきゃ平和に終わったのに。よしこうなったらもうやけクソだ。このバイオームはジャングルだ。すまん麦答え知っちゃって。ぶっつん答えはジャングルじゃないです。え答えはまばらなジャングルでした。ラルさんはやっぱりバカですね。めちゃくちゃ悩んだ私の時間を返せ。ラルさん見てください俺の剣めちゃくちゃ強いエンチャントをつけてますよ。お、すげえ。ということでずっと使う剣の名前をラルさんが考えてくれませんか。オッケーじゃあ亀納豆の本名にしておくね。おい今書いてるのガチ本名じゃん。なんでラルさんが俺の本名知ってるんですか。それは統合版撮影の時にミスってガチ本名出したからだろ。あ、ボスになった動画はメンバーシップで見る。というか私の本名もラルさんにバレてるんですよ。私の本名消してください。消さないとラルさんの本名出しますよ。いやこれ本名バレてるの私が裏でこっそり教えてあげただけだろ。こっちもやろうと思えばこの動画でお前の本名出せるんだからな。それはただの脅しなのでやめてください。ラルさんとりあえず他の人たちがふざけてる間に空島の土台を作り終えました。うおーやっぱウッチーは偉いな。なので今から一旦休憩でお風呂に。おいサボりな働け。いやさっきまで一番働いてましたよ。言い訳はいらない風呂なんかに行ってないで働け。亀納豆に関してはさっきからずっと作業せずにそこら辺うろついてるだけだわー。よしよくやった亀納豆。はいじゃあみんな自分で作りたいバイオームを看板の上に書いてねー。え動画班とかゴミが真面目に書くとは思えないけど。いやいやあいつらだってやるときはやりますよ。だってこれ書かないと企画が始まりませんもん。それじゃあ私一旦離席するからその間に書いといてねー。よし離席から戻ってきたしみんながどこがいいか確認しますか。あったかいところデコポン。うん絶望的に適当だ。あまずい10人ぐらいいるのに私含めて3人しか真面目に書いてない。しょうがねえじゃあ適当にみんなの担当部分をランダムに割り当てていくか。じゃあまず砂漠部分の担当は亀納豆。オッケーです頑張って作りました。おい作業中特有のしましたやめてください。まあ正確に言うと細かいデザインとかはまだ終わってないので完成はしてないんですけどね。お前にしてはやけに真面目だな。ここで頑張ったらコメント欄でチヤホヤされますもん。やっぱり優雅不純だった。それじゃあ鈴鹿さんはあっちの雪山の方。えちょっと待ってちょっと待ってなんでこんな急に実績解放されたの。チャットのところがとんでもないぐらいヤバくなってるんだけど。驚きすぎて語彙力なくなってますよ。いやーおめでとうございます。さすがラルキルさんだな。いやそれは関係ないだろ。おいしかもこれ実績解放の音うるせえって。しかもマイクラ落ちたし。あよし形だけはいい感じにできてきたな。でもこれ一つ問題点があってマジで実況することがない。メタすぎる悩み。だってこれみんな淡々と建築するだけで特に私が喋ることないですもん。もう私することなさすぎて普通に裏でアニメ見てるけど誰も気づいてないですからね。それだったらお前も建築に参加しろみょん。ということで途中経過ですがなんか生えなくね。私の想像だったらもっとピカピカして再生回数1億いきそうなサムネになるはずなんだけどな。やっぱりオブジェとかがないからじゃないですか。言われてみればそうかも。ということでアレイを設置しました。中心にアレイがあるのが一番場違いなのでパッパと殺しますね。おいお前動物を傷つけちゃダメだろ。アレイの上に乗って実質虐待してるラルさんが言っても説得力ないですよ。確かにそれはそう。ということで天空城完成。まあ結構オブジェとか置いたらさっきより全然マシになったでしょう。まあ本当は影モッドとか入れたらもっと綺麗になるんだろうけど私のパソコンがすでに普通に動いてるだけでだいぶ悲鳴を上げてるのでそれは無理です。登録者12万人いるんだから高スペック PC 買ってください。うるせえ税金がやばい。ということでバイバイミョン。何
これ。でもなんか耐えたわ。絶対いらない部分最強にしてるんだ。誰だお前。登録者13万人記念、13万チャンク取ってみたー。え、13万チャンク？そしたら余裕で10年くらいかかりそうだけど大丈夫？あなた大学受験どころか就職して仕事に慣れ始めてる頃だよ。とんでもない作業量で草。それじゃあ言い直すと、今回は13万ブロック分露天掘りしていくぞー。13万人。まあ登録者が増えたところで別に広告収益は増えないのであんま嬉しくないんですけどね。子供の夢を壊すことを言うな。私もまだ子供なんですけど。高校3年生は子供じゃないにょん。それじゃあまずは露天掘りする場所なんですけど、みんなこの山露天掘りしない？え、この山露天掘りするってことはまず山を削らなきゃいけなくない？そうだね。じゃあ正規と露天掘りの2倍近くの作業をしなきゃいけないの？そうだね。そしてラルキューは手伝わないと。そうだね。一回殴っていい？すみませんでした、真面目に考えます。うん、じゃあ超巨大村の近くで露天掘りしちゃいますか。うおうおう、花火打ちまくれー。おい、うるさいからバンするぞ。バンの圧力が強すぎて一瞬で静かになるの草。というか今回から新しく入ったゴミ、お前ゾンビと見分けつかないからスキン変えてこい。いやだ、僕ゾンビが好きだからこのスキンがいい。オッケー、じゃあ後で無理やり変えさせるか。あー、最悪の洗礼だよこれ。はい、じゃあ毎度のことながらピンクの羊毛で掘る位置を決めていくよ。ラルさん、ちゃんとチャンク表示で場所決めてください。別企画で1096チャンク掘ってるので、どうせだったらこれも含めたいんですよ。いや別にいいんだけどさ、この企画中2096チャンクって言うと13万ブロックが霞むからやめてくれない？まあ比べるもんでもないですよ。あの企画は今のペースでいくと1年ぐらいかかるんですから。もうその頃には作業中クラフト終了してるだろ。それじゃあチャンク表示にしてもう一回置き直していきますか。というかあれもしかしてなんかトラップ？うおお、すげえトラップだ。じゃあこれ掘る場所ずらした方がいい？あ、でもそのトラップ機能してないので壊してもいいですよ。え、なんで機能してないの？サーバーに負荷かけるって言ってマネージャーに強制的に止められました。うわ、確かにあいつだったら言いそう。じゃあ TMG で爆発させますね。絶対近くの巨大村に被害が出るからやめてくれ。じゃあ勝手にこっちの方で爆発させておきますね。おい、ふざけんなお前。爆発の許可しなかったらルさんが悪いんですよ。普通許可しないだろ。ということでこのままだと企画が始まらないので、動画ハントゴミは全員アドベンチャーにしました。おい、サバイバルに戻さないとボコボコにするぞ。お前裏でセクハラしてるって偽造してツイッターに流してやるからな。ちょっと待って、それは困るから今サバイバルに戻すわ。ナルさん来てください。露天掘りをする時の違い、初心者の場合。それ絶対棒ゆっくり実況者のパクリだよね。ちゃんと許可取った？僕が取ってると思います。取ってないですよね。私ゴラヤンさんに申し訳ないと思ってるのよ。ゴラヤンさんとのコラボ回数より勝手にゴラヤンネタやってる方が多いんだから。だいぶヤバいやつで草。ラルさん、最近動画半殺す時のレパートリーが少なくなってると思いませんか？まあ確かに普通に殺すかバンするかみたいな感じだしな。ということで今回僕は新しい殺し方を発明しました。見てください、これを持ったまましゃがむと。ちょっと待っててくださいね。あれ、なんかうまくいかないな。本当はしゃがんだらすぐにラルさんが死ぬはずなんだけどな。おい、そんなとんでもね。あ、すみません、ラルさん。発動した10分後に死ぬみたいです。それ即死ぬより悪質だろ。なのである程度撃ったので、この後も何回か死ぬと思います。許さないからな、お前。ラルさん来てください、温めたネタがあるんです。おい、お前またゴラヤンネタやったら絶対カットするからな。わかりましたよ、露天掘りをする時の あ、これ掘るところの水抜かなきゃな。おい、蛇邪魔するなって。え？お前、氷渡りのエンチャントのこと知ってるの？すげえ、ラルさん成長してるー。ふざけんな、お前ら私のこと舐めすぎだろ。あと、いつもチャットしないやつもなんでこんな時だけするんだよ。こっちからマイクラ歴1年半だぞ。マイクラ歴9年です。早すぎだろ、そん時まだ私ゲームやってないって。ラルさんタブ押したら回線終わってない？いやー、私はゲーム実況者ですよ。私の回線がうわー、めちゃくちゃ終わってる。ゲーム実況者とは思えないぐらい回線終わってる。まあマネージャーの俺はもっと終わってるんですけどね。マネージャーとサバ主の回線が一番終わってるのマジでやばいだろ。ラルさん、今日入ってきた新規のゴミのスキンって終わってると思いませんか？まあ確かに終わってるっちゃ終わってる。なので今回僕は新規のスキンの案を3つほど僕が用意しました。その中から選んでください。それじゃあ1つ目、これは昔の亀納豆のスキンです。うわ懐かし。そして次はハルコトの昔のスキンです。うわめっちゃピクトハウ。そして最後はこのスキン。このスキンもさっきのと同じように誰かが昔に着てたスキンです。一体誰でしょう？なんか見た目が女っぽいから、マイクラ歴も長い鈴鹿さんかな。ぶっぶー違います。それじゃあ正解を言いますね。これはウッチーさんが昔に着ていたと思われるスキンです。え、ウッチーってあのウッチー？赤くてサングラスかけてるいかついウッチー？そうです、そのウッチーです。おい、イメージ今と違いすぎるって。ちなみになんだけど、これをネタとしてやることはウッチーに言った？全く言ってないです。動画見てこんなこと言われてるの知る？ウッチーかわいそすぎるだろ。それじゃあラルさん、結局どのスキンを新規に着させます？うん、正直一つ目と二つ目は微妙だし、このウッチーさんのスキンでお願い。あー、それ選んじゃっていいんですか？ウッチーさんが悲しみますよ。その悲しむ要因を持ってきたのはお前なんだけどな。ラルさん来てください。はいよっと。うん、
なんか見ないところだな。ラルさん、最近暑いと思いませんか？それ答えると住んでる場所バレるからノーコメントで。うるせえ暑いって言えよ暑いって。はいはい暑い暑い。ということで今回はそんな暑い時にぴったりなスポットを作りました。なのでラルさん全員 TP してボートに乗ってついてきてください。はい。こっちでスーついてきてください。うわぁすげえ作り込まれてるな。ちなみにこれはヌビと私と NK で作りました。NK って誰？まあ新規のゴミなので覚えなくていいです。オッケーじゃあ気にしないでおくわ。ということで鈴鹿さんにストーカーされながらもなんとか着きました。ストーカーなんかしてないですよ。いや鈴鹿さんが後ろにいるのなんか不安だなって思ってわざわざボート切り替えたのに、鈴鹿さんまた私と同じボートに無理やり乗ってきましたよね。確かにやってることストーカーと同じかも。まずい自覚なかった一番危険なタイプだ。エイクとハルコトからのお願い。このネタのシーンでは基本的に怪しい屋敷を探索する的な BGM を使うようにしてください。おい BGM 名なんて実況者しか伝わらないだろ。ちなみにここ何かわかります？お化け屋敷ですよお化け屋敷。ちゃんと作り込んでるので看板の指示に従って動いてくださいね。いや看板の指示に従うのはいいんだけどさ、人が多すぎて何も見えんわ。あ、じゃあ関係ない人はみんなスペクテーターの方がいいんじゃない？確かにそれはそうかも。ということで関係ない人は全員スペクテーターにしてきました。うん？なんか書いてあるな。さっきの先住民族が来ているようだ。なるほど、なんか深い話系なのか。ここで霊夢は深い話系と言っていますが、一切深い話ではないので皆さん頭使ってみなくて大丈夫です。あと先住民族はこの後全く関係してこないのでもう忘れてもらって大丈夫です。じゃああの看板意味ないじゃねえか。こっちの階段を登れば、うわあ、なに助けてって。え、私なんか閉じ込められた？おい、ハルコトどうなってんだよ。普通に出れたわ。ラルさん、今別にただ雰囲気作りのためにメッセージ出しただけですよ。閉じ込めたり仕掛けは何もしてません。ラルさんが焦って出れなくなっただけです。いや別に私もそういうノリに乗ってあげただけだからね。あとラルさん道はそっちじゃなくてこっちですよ。明らかにさっきのメッセージで動揺してて、あ、うわあ、鈴鹿の生首だー。え、なんか私鈴鹿さんに恨まれるようなことした？そう、鈴鹿さんが死んでからお墓参りにちゃんと行ってなかったから呪われてるのか。あの、私まだ全然ご存命ですよ。なんならあなたより若いですよ。隣の会話を見ろ。私とヌビがいるな。持ってきたぞ、早く背の高くなる薬をよこせ、さもないとバンするぞ。おい、私の身長が小さいの、ここでもいじられてるって。ちなみに今何センチですか？162センチ。ちゃんとチビじゃないすか。マジでバンするぞ。それじゃあ次ラルさんはここにいてください。うん、え、うわあ、私の生首が。ラルさん、驚かないでください。さっきの鈴鹿さんと同じように頭かぶって透明化のポーション飲んでるだけですよ。確かに言われてみればそっか。あとなんでここに私の悪口が書きまくられてるんだよ。いやー、それは日頃溜まったラルさんへの鬱憤をここで晴らしてるんですよ。普通に心に来るからやめてくれ。それじゃあ次はハルコトより楽しいゲームを僕が考えてきました。いや、それは嬉しいんだけど、なんかお前スティーブになってない？なんですか、スティーブをバカにしてるんですか？バカにはしてねえよ。今日はたまたまスティーブの気分だったんですよ。それじゃあルール説明をしますね。まずはそこのシュルカーボックスにある装備意識を取ってください。あと突然ですが動画班に復習したいと思いませんか？うわ、本当に突然だな。今回僕が用意したのはバトルタワー。すべての階に動画班とゴミが一人います。ラルさんにはそこで戦ってもらい、勝ったら次の階へ、負けたらそこで終了です。ラルさんが最上階まで行って勝ったらラルさんはこれ以上動画班にバカにされることはないでしょう。ということでやりますか？やる、絶対やる。ここで動画班たちを見返してやるんだ。ということでまずは1階にいる鈴鹿さんを討伐だ。え、いや鈴鹿さんこっち向いてくれないんだ。向いた。うおーおーおー、殺せー。よっしゃ、一回クリア。あのラルさん、まだ鈴鹿さん準備できてなかったんでやり直してもらってもいいですか？あれ、準備できてなかったのか。それじゃあレディー、はい。うおーおー、そんな弓を打ってきたって余裕だぜ。はい、鈴鹿さん討伐完了。そして2階の亀納豆も討伐完了。なんで僕との戦闘シーンをカットするんですか？いや、あまりにも変わり映えがない上に余裕で勝てたから。うざこいつ。次に相手するのはヒットマンと呼ばれているこの私やブルマだ。私に勝てるか。へっへっへ、次は俺が相手だ。ヤグルマのように俺は倒せない。ということで最上階まで来ました。うおーおー、行くぞー。何これ、いや敵弱すぎない？え、これもしかして敵が弱すぎたらどんな反応するのか、ドッキリとかしてる？残念ながらドッキリではないですね。ラルさん一緒にワンブロックやりましょう。何？スカイブロックだと？うちのチャンネルではスカイブロックは禁句だぞ。ワンブロックですよ、ワンブロック。壊したらどんどんブロックが出てくるやつです。あ、なんだそれか。はい、じゃあラルさん壊していってください。オッケー。え、なんか透明なブロックが出てきたんだけど。はい、ラルさん土です。あの、もしかしたらだけど、この透明なブロックを掘ったことにして手動でお前がブロック出すの？はい、そうです。低クオリティすぎるだろこのワンブロック。どうですか、これショート動画にしてみません？再生数十とかになるからやめときます。それじゃあラルさん、次はそのゲットしたブロックを横の島に繋げてみてください。
あ、まだこのネタ続くのか。そしたらそこに木があるので全部切ってください。絶対に全部切ってくださいよ。はい、よっこらせよっこらせ。え、あ、これまずいかも。うわぁ、あ、でもなんか耐えたわ。そうなったら俺が落としてやる。もうそれはドッキリでもなんでもないのよ。ラルさん来てください。はい、もういますよ。突然ですがエンチャントモリモリの装備って欲しくないですか？いや、まあ欲しくないことはないな。ということで今回は僕が最強の装備を作ってきました。史上最強の盾です。よかったら使ってみてください。うん、絶対いらない部分最強にしてるんだよな。これなんですか、盾に効率強化とかシルクタッチをつけちゃいけないって言うんですか？いや、ダメではないけど、ついてないのと一緒だろ。でも気持ちちょっと早く掘れますよ。これガチで作るぐらいだったら石のツルハシ作った方がいいだろ。ちなみに盾としての性能はどんな感じ？修繕がついてる普通の。うわぁ、おい鈴鹿攻撃してくんじゃねえよ。あれ、ラルさん今体力ないんじゃないっすか？そんな隙だらけだったら僕が殺しますよ。近寄ってくんな、帰れ帰れ。おー、ラルさん今行きます。ナイス、死にスタを容赦なく倒し、ふざけんな、お前もそっち側かよ。いや、あいつが元凶だからそっち側なのは当たり前だろ。なんで私はサバ主なのにまともにマイクラをプレイできないんだよ。ラルさん最近動画投稿頑張ってますよね。ということで今回はそんなラルさんにプレゼントをしたいと思います。でも今年明らかに投稿頻度低くない？いや、だって私高3で受験生だもん。受験生だからそんな編集する暇ないって。ここ1週間で見たアニメは推しの子5等分の花嫁ぼっちザロック。本当に勉強してるんですかあなた。ということで到着しました、ラルさんの別荘です。え、めっちゃいいじゃん。でもリッチバグってるだろ。破る前入り口はどこなのこれ？あ、今案内しますね。あ、おい、案内人が落下死するような場所に別荘を建てるんじゃねえよ。まあ気を取り直して案内しますよ。とりあえずまずは入って右にある下駄箱にアイテムをしまってください。いや、全然しまうのはいいんだけど、絶対これ誰かに盗まれるじゃん。もう治安が終わってるのでそれは諦めてください。うおーおー、すげえテレビあるじゃん。いやー、でもこれテレビ緑色だったらクロマキーで色抜いて本当に画面映せたんだけどな。編集者しかわからない話やめてください。そしてここには我が社のシニスタが収監されています。うおー、いいね。シニスタなんか一言ある？サブチャンネルのマルキルで定期的に。うおー、風呂場もあるじゃん。誰だお前。忘れたんですか？グランですよグラン。いや、本当に誰だよ。ラルさんがこの名前だと覚えにくいからって言って、この付近で名前をグランにしろって言ったんじゃないですか？あー、確かにそんなことも言った気がする。あと、このグランの付近と私なんかめちゃくちゃ似てない？あー、言われてみれば系統が似てるかも。ちょっと離れて見てみるか。なんか弟と姉に見えなくもないな。僕こんな作業しない姉嫌です。さ、ということで次は特設 DJ ブースです。よっしゃ、 BGM 鳴らすぜ。いや、 BGM もいいし会場の雰囲気もいいんだけどさ、全員陰キャだからこういうところ来たらどうしたらいいのかわからんのよ。うおー、パンを投げろー。ほら、わからなすぎておかしくなっちゃってるじゃん。ラルさん、作業中だったら一度は工業モッドを体験したくないですか？あー、確かにやってみたいね。まだモッドの導入方法全くわからないけど、これが登録者13万人という現実。それじゃあラルさん後ろを向いてください。今回私が作ったのはモッドなしの自作工業です。え、モッドなしで工業モッドできるの？私の技術力を舐めないでくださいよ。こんなのちょちょいのちょいですよ。じゃあ、そこの樽に鉱石をぶち込んできてください。そしたら機械が動くはずです。オッケー。うん、焼いてるだけで舐め、なんか音が聞こえる。見てください、今回僕が開発したラルキルの頭ぶち抜く工業モッドです。今すぐ全世界の工業モッドプレイヤーに頭下げてこい。ということで露天掘り完成。いやー、13万人いったタイミングでこの動画を投稿できてよかったですね。ということで受験生だから投稿頻度は下がるけど、バイバイ。これで鳥になってます。さあ、あとお前は一人でこんなところで何やってんねん。マイクラ上手いキャラ3秒で終わりました。成功じゃないです、失敗です。皆さん、マイクラで一番大切なのは何だか知っていますか？小麦ですよ。小麦があればクッキーもケーキも作れる。じゃあ皆さんもうお分かりですよね。小麦をいっぱい作れば女子力が上がって彼女が大量にできるんですよ。はい、暴論ですね。ということで動画ハントゴミの皆さん、どうか畑をクソでかく作ってください。私はこの動画でモテモテになりたいんです。そんなこと言ってるからずっと彼女できないんですよ。お前そんなことサバ主に向かって言っていいのか？今すぐ撮影やめてアニメ見に行ってもいいんだからな。録画足りなくなって困るのラルさんですよ。しょうがない、撮影するか。じゃあみんなにとりあえず初めの物資としてダイヤの具。やべえ、ミスったクワじゃなくてツルハシ配っちゃった。マイクラ歴1年半ですよねあなた。1年半は1年半でも真面目にマイクラしたことないので実質マイクラ初心者です。それを誇らないで恥じてくれみょん。はい、じゃあ種も配布したし、どんどん耕していくよ。うん、なんやこれ、勝手に土に戻るやんけ。それ水がないと耕したところが勝手に土に戻っちゃうぞ。おい、なんでこんな仕様にしたんだよモジャング。会社に文句言わないでください。お前そんなことしてるからマイクラの案件はぶられるんだぞ。ということで今回からクリーンなマインクラフトを実況プレイしていこうと思うよ。あ、漢字使うと子供が見にくいから全部ひらがなにした方がいいか。お前マイクラ実況舐めてるだろ。もうこのチャンネルは手遅れみょんよ。あ、本当は別ゲーしたいけどしょうがなく今日も義務マインクラフトしますか。え、
プライベートでマインクラフト？やってないやってない。裏ではいつもマインクラフトで稼いだお金で女の子と遊んでますよ。はぁ、さっさと撮影終わらせて女の子と遊びたいな。お前マインクラフトのおかげで再生数取れてること忘れるなよ。うわぁ、マインクラフト大好き。モジャングもマイクロソフトも大好き大好き。もうマインクラフト愛します本当に。逆にそこまで行くとうさんくさく聞こえるにょんよ。というかなんでこんな平地とかじゃなくて森のど真ん中なんですか。マジで立地悪すぎて畑壊しちゃったりしてめちゃくちゃめんどくさいんですけど。いやいや、張ることは分かってないですね。なんでこんな立地悪いところにしてるかって、サムネ映えがいいからだよ。お前らは文句言わずに働け働け。じゃあせめてそこの手間の穴埋めで配布するクワをネザライトにしてくださいよ。いやなんかさ、ネザライトをみんなに配布するのはずるくない？ダイヤだったらインフレしてるから企画前に配布するの全然いいけど、ネザライトはなんかずるいじゃん。一応ネザライトは前企画でめっちゃ集めたし、それを使えばなんとかなるんじゃない？いやそれ麦が全部盗んでいきました。そういえばそうやったわ。というかなんか時間の進み早いな。あ、今回はちゃんと畑として機能するか確認するために時間の流れはいつも通り100倍にしてます。え、なんかオーデンの声聞こえない？いやさすがにこの高さだとオーデンの鳴き声聞こえないはずだけど、ちょいとスペクテーターで見てみます。うわーめちゃくちゃオーデンいるやん。そういえばまだ動画上がってないけど、ここでオーデン輸送企画みたいな動画撮ったわ。というかこれどうするんですか？明らかにこのオーデンなんとかしないと上に畑作れませんよ。うん、そうだよな。オーデンだったら閉じ込めても波動砲撃ってくるし、これは倒すしかなさそうですね。オッケー。うおー、突撃しろお前ら。おい何してんだ、早く直下掘りで突撃しろ。いや突撃しないの当たり前だろ。だってこんなん絶対死ぬじゃん。じゃあしょうがない、ここにリスポーン位置設定しときますよ。そうすれば何回死んでも突撃できる。これが SDGs ですね。無理やりな持続可能目標やめてください。うおーおーおー、いけーお前ら。ラルさんオーデンはめましたよ。え、マジ？あ、ほんとじゃん、これで簡単に倒せそう。じゃああとはのんびりみんなが倒すのを見てるだけですね。へっへっへ、のんびりアニメでも見てますか。うおーおーおー、CNG でここ全体を爆破してやる。おい待て麦、このままで普通にオーデン倒せるからわざわざ爆破しなくていいって。何言ってんですかラルさん。このサバでそんな生ぬるいことが許されると思ってるんですか。あの尖ってた時代のラルさんはどこに行っちゃったんですか。別にオーデンの殺し方まで尖る必要ないだろ。はぁ、ラルさんも変わっちゃいましたね。オラー、IK爆発だ。おい、オーデン出てこれるようになっちゃったって。その後無事にオーデンはなんとか倒せたが、バカな動画班のせいで TNT が大量に設置され、オーデン討伐後に二次被害が拡大、そして爆発で穴を広げてしまい別のオーデンが新しく増えてしまいましたとさ。めでたしめでたし。ラルさん来てください。今畑企画なので今回僕はオリジナリティのある畑を作ってみました。どうですかラルさん。クソキモいから今すぐ撤去してくれ。ボタン押すの楽しい？あー壊れちゃったよ。今壊れてるのは鈴鹿とオレンジと豚のゴミ二人。いやこれ明らかに撮影前にやってた1096チャンクの疲れが溜まってない？いやいやそんなことないですよ。あれはみんなが自主的に来てるだけで、強制的に来させて体壊させてるとかはないです。これはちょっと何言ってるかわからないですね。ということで体調崩して撮影ができないので1096チャンクの裏作業は禁止します。というかこのサバで裏作業してる暇があったらネタ作れ。作業中サバで裏作業批判するのおかしくないですか？いやこのサバで真面目に作業するやつなんてごく少数だから、もう作業中名乗るのやめろよお前。今思ったんですけど、これ気がめちゃくちゃ邪魔だから燃やしません。一応やろうと思えば TNT でもいいですけど。頼む、 TNT で爆発させるとろくなことにならないからやめてくれ。まあでもその代わりファイヤーチャージ配るから、これで森。やっべー、またコマンドミスって意味わからん文句ばっちゃった。あなたコマンドミス今日だけで2回目ですよ。なんでファイヤーチャージと3号間違えちゃうんですか。もうキャラとかじゃなくて普通にアホだから許してくれ。おおお、建築するぞ。あ、畑の真ん中に作ってるから多分倉庫ですね。え、違いますよ。これはゴミの花って人の家です。なんでゴミの家をお前がこんなところに作ってるんだよ。こんなところにゴミの家は建てちゃダメです。ここは倉庫に強制変更します。なんですか、ゴミの家が真ん中にあってもいいじゃないですか。このサーバーはゴミに人権がないってことですか？え？ないよ。ということで倉庫に種とクワと食用のパンプキンパイを用意したよ。なんでパンプキンパイなんですか、真面目にやってくださいよ。いや別に腹持ちいいしいいだろ。あとお前は一人でこんなところで何やってんねん。いやゴミの田中も連れてきてるので一人じゃないですよ。でちなみに今何やってるの？飛んで鳥になってます。おい、ゴミを意味わからんことに巻き込むな。いやでも鈴鹿さんもやってますよ。いやでも鈴鹿さんもさすがにそこまでは頭をかうおー、飛べー、私は鳥になるんだ。あーダメだ、ちゃんと頭おかしくなってる。はあ、じゃあ鈴鹿さんと張ることはふざけてるので岩盤に閉じ込めておきますか。いやいやふざけてないですよ、真面目に働いてます、真面目です。鳥になって遊んでるやつは真面目じゃないだろ。じゃあまず張ることの権限を剥奪して、ここに TP して。おい、権限剥奪するのはずるすぎるだろ。こんなんガチでこっから出れないじゃん。まあだって監獄だもん。じゃあ張ることのスポーンポイントもここにしとくね。うわー最悪だー。まあでもかわいそうだから弓と矢だけ用意しといたから、これで遊びな。やったー。
って思ったけど、これ同じところ一生打つだけじゃん。嫌だ嫌だ、もっと複雑で楽しいやつがいい。お前監獄に収監されてる身分なんだから贅沢言うなよ。ラルさん、僕鈴鹿さん用の監獄作りましたよ。見てくださいこれ、超高い場所にあってバリアブロックで視界も超絶景。そしてしまいにはレバーで遊べるようになってます。ちなみにこのレバーを押したら、え、別にこれ押しても何も起こりませんよ。押すのが楽しいんですよ。うん、こいつらの感性がわからねえな。あとそういえばラルさん、今回も僕新しい装置を開発しました。今回開発したのはラルキル発電です。うわ、もう名前からしてろくなもんじゃない。ということで、この家の中に入ってみてください。はい、お邪魔します。うわ、なんか私が閉じ込められてる。じゃあラルさん、そのレバーをして。うん、いや何も起こらないけど。いや起きてますよ、見てくださいラルさん。水が流れてラルさんが感圧板を踏んで装置が動くはず。あれ、ちょっと待ってくださいね。計画ミスって装置が動かないです。お前毎回ガバガバだな。はい、よいしょっと、無理やり押したよ。うおうおう、装置が動きました。ラルさん外に出てみてください。うお、一体なんだ。見てください、あの装置のおかげで自動でこの畑に種を植えてくれるんですよ。え、もしかしてこの装置ってたった2ブロック耕すためだけ？そうですよ。え、これってもしかして効率悪い？なんで作ってる段階で気づかないんだよ。うおうおうおう、こうなったらやけくそで全部破壊だ。さあ、ラルさん突然なんですけど、あなたってフォートナイト実況から逃げましたよね？いや、記憶にございません。私、フォートナイトの偉い人からフォローもらってるから、ことなし反するつもりはないですよ。全力でこぎます。こぎるのを公言するのもだいぶイカれてますよ。まあ今回はそんなラルさんにちょっとでもフォートナイトのやる気を取り戻してもらうために、フォトナにある装置をパクリスペクトを持ってマイクラで同じのを再現させていただきました。なるほど、ネタがないからフォトナからパクったのか。まあラルさんもすでに体験してると思うので説明不要だと思うんですけど、そのオレンジのガラスに乗ればめちゃくちゃ足が速くなります。ということで今回はそれを活用しながらみんなでバトルロワイヤルをしてもらいます。なんと勝った人には、撮影サボってフォートナイトする権利を差し上げます。え、それ私が勝ったら？二度目の無期限活動休止をしてもらいます。おい最悪だろマジで。はい全員 TP したよ。でヌビルール教えて、さっさと終わらせて推しの子見たいから。やっぱり無期限休止しててくださいあなた。まあ今回のルールは単純明快。大体この付近の建物の範囲内で最後の一人になるまで殺し合ってください。そして武器とかアイテムは配布されたもののみ。おい急すぎるだろ。うーん、とりあえず早くなるガラス板の上に来たけど、これからどうしようかな。うおうおう、ラルさん殺し早すぎて止まれない。なんだあいつ、押したでゴミが歩いてるじゃん。へっへっへ、上の敵の攻撃は防げないだろ。うわあ、ラルさん待ってくださいよ。ラルさん TikTok みたいな編集できないからって僕がショート動画作ってあげたじゃないですか。そんなおいしおこ、お前はもう用済みなんだよ。リスナーから探し出してるからな。うわ最低だこいつ。はいマネージャーもバイバイ。うわあ、いやでもこの距離だったらまだ落下死はしないはず。はい、じゃあ撃って殺します。いや今一発で決めた、私クソうまくね。もうマイクラ下手キャラじゃないじゃん。鈴鹿もここで殺してやる。マイクラうまいキャラ3秒で終わりました。お前にはそっちの方が似合ってる。そしてその後隙を見て鈴鹿がゴミである田中を殺害。へっへっへ、フォトナプレイ時間8000時間を舐めるなよ。8000時間ってまるまる1年間フォトナやってない？ガチでヤバいやつだこいつ。そして残ったのは春琴と鈴鹿。うおうおう、フォトナ8000時間の私が、ちょっと待って、スケルトンはということで最後は鈴鹿がスケルトンに殺され春琴の勝利。マジで勝った気がしないんだけど。というかラルさん最近嵐が多いと思いませんか？まあそれは多いね。ということで今回は嵐を収容するための刑務所を作りました。それじゃあラルさんついてきてください。うわちゃんと囚人がいるじゃん。ここでは悪いことをしたゴミとか動画犯が捕まっています。ということでラルさんはこの岩盤で作られた最高レベルの収容所に入っててください。おい私の顔が置きまくられた、とんでもない部屋に入れられたんだけど。まあとりあえずリスポーン位置を設定して、このシューカーボックスにはな、うわーやべえ、とても放送では映せないような白い粉が入ってるんだけど、まあとりあえずもらえるもんはもらっておきますか。はい逮捕です。ということで閉じ込められたけど、ドアなんか分が出てきた。あーなるほど、脱獄系のやつね。じゃあ殴りまくってドアを素手で壊せばいいか。ラルさん空気読んでください。はいすみません。ということでまずはベッドの下に隠されたチェストの中身を回収。剣となんかよくわからん鍵が2つ入ってますね。ということで牢屋の鍵を設置。脱獄だー。そして突入、そして窃盗、なんやかんやさっきのを繰り返してみんな脱獄させて、私も脱獄できそうなんですけど。なんだこれ。あーそれは台風ですよ。天気が悪いので刑務所に台風が直撃してるみたいですね。これ天気が悪いってレベルじゃないだろ。いやこれ見てるリスナーには伝わらないと思うんですけど、マジで台風の音が爆音で何も聞こえないんですよ。裏でアニメ見てるのに音声が全く聞こえない。実況中にアニメ見るなよ。部屋の中に出る用の鍵があるぞ。おマジ？ちなみにそれって私の部屋？十数人いる囚人の中のどこかの部屋にあります。ちなみにヒントは？全くないです。マジでクソしようじゃねえかこれ。よしなんか明らかに怪しい感じで置かれた白い粉についていけばなんかあるはず。ここは死に下の部屋か。ここになんか隠されてるはず。
おいおいおい、今更文章出してもこの状況はごまかせないって。ハルコトくん、これはどういう状況ですか？想像してたより台風が大きかったのと、ラルさんの脱出が遅かったせいで台風が当たりまくって、まさかの刑務所が脱獄前に壊れました。ってことはこれ実質脱獄成功ってこと？成功じゃないです、失敗です。ということで台風で刑務所は破壊されました。めでたしめでたし。なんもめでたくない定期。ラルさん助けてください。前ラルさんに今僕が持ってる剣の名前を僕の本名にしてもらったじゃないですか。あ、そういえばそうだね。そのくだりで私の本名も松本人志ってバレましたけどね。まああのツイートでバズったので結果オーライか。なんで本名バレることが怖くないんですか？ほら見てくださいよ。こんな風に殴って殺すことで、僕の本名がバレちゃうんですよ。なるほど、内村航平ってことがバレちゃうのか。僕にバレしたくないんですよ。なのでラルさんが名前変えてください。もう今更だろ。じゃあしょうがない、私の本名の松本人に変えておくよ。お前の本名もうフリー素材になってるじゃん。ラルさん、あなたホラゲーから逃げましたよね。1年前の雑談でいつかはやるって言ってたじゃないですか。いつやるんですか？1年前の動画とかもう動画半ぐらいしか覚えてないだろ。ということで今回は全然ホラゲーをやらないラルさんにマイクラでホラゲーを作ってきました。ということで行ってらっしゃい。30年ほど前、ラルキルというなんとも悪名高いマイクラゆっくり実況者がいた。うわ、なんか始まったぞ。これはそのラルキルが監禁された話である。あーなるほど、私が閉じ込められた設定なのか。へっへっへ、お前はここで終わりだ。闇落ちした私が、うわー、以上です。え、あの初めの監禁された設定は雰囲気作りです。私の闇落ちバージョンが出てきたのはあれも雰囲気で、特に意味はないです。もうちょっとネタひねれよ。ラルさん、おみくじを準備したので引いてみてください。やったー、ちょうど私正月にケチっておみくじ引かなかったんだよねー。そこをケチるのはどうかと思いますよ。まあとりあえず引いてみてください。でもここに書いてあることは絶対ですからね。はい、よっこらせっと。村人吉？インベントリからおみくじの内容を見てみてください。村人のモノマネを40秒でしたくしな。え、これ私あと40秒で村人のギャグの準備をしなきゃいけないの？まあおみくじに書いてあることは絶対なので、そういうことですね。うおーおーおー、なんでこんな久しぶりの撮影で、こんなゴミみたいなこと私がやらなくちゃいけないんだよ。ラルさん、そんな喋ってていいんですか？そんなことしてる間に残り時間30秒になりましたよ。あーマジでゴミ、やばいやばい、どうしようどうしよう。それじゃあ行きますね。犬になった村人のモノマネ、はーんはーんはーん。ということでクソデカ畑完成。いやーめちゃくちゃ大変でしたね。え、もしかしてお前ギャグ滑ったから無理やり終わらせようとしてる？いやそんなことないですよ。じゃあバイバイ。なんて言うと思ったかバカね。うわ出た、一番の害悪野郎。言われてみれば正論だ。あれアシカじゃなくて豚じゃね。マイクラでダイヤを集めたーい。男なら一度はそう思ったことがあるでしょう。お前女だけどな。うるせえ、まあとりあえず今回はダイヤ2万個を集めるぞー。今回はここの聖地部分を活用してダイヤを掘っていくわよ。ここ僕が頑張って裏で聖地して地上絵にするつもりなのでやめてください。お前聖地しすぎだろ。じゃあしょうがない、とりあえず黄色ブロックで囲われたここから露天掘りしていきますか。ラルさん、今ビーコン設置してくれません？ビーコンがないと効率が悪いんですよ。うん、しょうがないなー。なんて言うと思ったかバカめ。そんなもんぐらい自分で建てろ。安定のブラック。うおーおー、茹でうどん入ってきたじゃん。お久しぶりですラルさん。なんで茹でうどん1ヶ月近く死んでたの？ツイッターの更新すらなかったじゃん。PC が壊れて起動しなくなりました。で今は修理してもらって治りました。はぁ、治っちゃったのか。なんで残念そうなんですか。あ、でも PC を修理した代わりにエグい量のお金修理費として失ったよね。やったー。いや無料でいけました。じゃあ悲しいけど今回で茹でうどんはバンか。なんでそうなるんですか。僕何も悪いことしてないですよ。茹でうどんみたいなクソガキにいいことが起こるのが許せない。性格だいぶ歪んでますね。そういえばラルさん、このサーバーに実はまだ未解禁のアイテムが一つだけあるんですよ。何それ、めっちゃワクワクするんだけど。いや待って、なんで僕殴られたんですか。うん、これなんだ？それはバンドルです。それを使うとバンドルの中にアイテムを入れられるんですよ。あー持ち歩けるシュルカーボックスみたいな感じか。なんかネタパクるためにいろんな人のショート動画見てた時にめっちゃ出てきたやつだ。そんなネタパクるの堂々と公言するのどうかと思いますよ。あ、そうだ、ショート動画で思い出したんですけど、前回のショート動画なんと久しぶりに急上昇乗れました。うおーおー、私の時代だー。私の時代かっこ急上昇13位。微妙な数字にょんね。というか話戻すと、そのバンドルって無限増殖できるアイテムじゃないですか。あーそうだそうだ、それで話題になってたんだった。まあそもそもバンドルの使い方が普通にわからない私には関係ない話なんですけどね。ラルさん、右クリックしたらいけ。あ、違います、その状態で右クリックすると食べちゃいますよ。インベントリの中の入れたいアイテムを右クリックしてバンドルの中に入れるんです。うおーおー、すげーじゃん。そして中に入ってる状態で右クリックすると中身をぶちまけることができます。じゃあ記念で誰か一人に配りますよ。いやー確かに強いんだけど、一番気になる無限増殖はどうやってやるの？いや僕も無限増殖のことは今知りましたね。え、じゃあ無限増殖のやり方知って
ってるやついる？知らん、知らん、知らんな。初耳。おい全員知らねえじゃねえか。まあじゃあ知りたい人はおのおので調べてくれ。さすがリスナーに丸投げなの終わってますね。いや私も真面目に働きますよ。ほら今回も私がいつも通り率先して露天掘り場所を掘っていきます。エアのラルキルが掘ってるの？そんなバカな。動画班の発言でもうお前が作業してないの透けてるぞ。いやでも私も石ブロック1200個は掘ってますし。じゃあ過去に9万ブロック露天掘りとか12万ブロック整地してた時はどうなってたんですか？いやそれはわかるじゃないですか。動画班に作業を丸投げしてたんですよ。だからそれそんな誇ることじゃないって。ラルさん来てください。はいよ。ロブリーにバックできてるじゃん。そうなんですよ。これで自由に動画を流すことができるようになりました。じゃあこれでやっと私がサブチャンネルで喧嘩売ってる動画を一生流せるのか。そんなのずっと流れるとうつ病になるのでやめてください。言い過ぎだろ私泣くぞ。まあ実はこれ僕が作ったわけじゃなくて気づいた時に勝手にやったんですけど、本題はそれじゃないんですよ。今回は皆さんに悲しいお知らせがあります。え？今回の作業中クラフトパート14をもって作業中シリーズの最終回とさせていただきます。皆さん今までありがとうございました。次回からは人の企画パクリクラフトを始めさせていただきます。それだったらもうすでにやってるだろ。いやすでにやってるのもだいぶどうかと思いますけどね。じゃあラルさんもしマイクラの人気がなくなっちゃったらどうするんですか？あーなんだろう、エイペックスとかやるんじゃない？ゼルダはやらないんですか？ゼルダは。黙ってろゼルダ中毒者。ラルさんゼルダの主人公の名前ゼルダって思ってそう。え、ゼルダじゃないの？リンクですよリンク。あーあのスマブラで出てきたやつか。あなた本当にゲーム実況者ですか？おいそこの新しく動画班に入った田中。はい、なんですか？うわ待って二人とも声設定に過ぎてるから会話しないで。音程と喋る速度がお互い 5% 違いますよ。いいってゆっくり実況者しかわからない会話しなくて。じゃあ代わりにラルさんがこのラルさんの頭で掘ってみてくださいよ。うわなんだめちゃくちゃ掘るのが早く感じるぞ。そうなんですよこれ。まあめっちゃ早く見えるだけでめちゃくちゃ掘るの遅いんですけどねこれ。ちなみにさっきからずっとこれで春子と先輩に掘らされてます。かわいそう。うおーおーおー TNT 祭りだー。これでパッパとダルエロ天堀が終わるだろ。いやーやっぱりこの僕ヌビは天才ですね。とんでもない批判受けてますけど。だってこれ手動で掘るより絶対こっちの方が効率いいじゃないですか。いや確かに効率はいいんだけど、これダイヤも一緒に壊れるから本末転倒じゃない？うわーそうだった。そういえば僕たちってダイヤ掘るために心天堀してたんでしたよね。なんでそれ忘れてんだよ。まあでもどうせ結構掘ったなら一旦 TNT 採掘しちゃう。見た感じみんなやりたそうだし、一人やりたそうでやりたくないとかいうトラップありますけど。いやそいつは無視で大丈夫です。 Twitter のプロフィールに圧倒的ラルキルアンチマンって書いてあるので。ゴミの中にアンチが潜んでるの草にょん。はい、じゃあ岩盤の上にスポーンポイント設定したからみんな頑張ってねー。あ、急に何が起こってわからないリスナーさんに説明すると、全員が岩盤の上でスポーンするようになって足場は TNT のみ。誰かに着火されたら他の TNT にも着火して全部が爆発する。ちょうど泥沼勝負です。結構これやってるけど誰も幸せにならないけん。うおー TNT 落として妨害しまくってやる。うわ出た一番の害悪野郎。しょうがない私が死にスタを殺しておくか。うわーなんか雷に撃たれて死んだんですけど。え？こんな岩盤のめちゃくちゃ奥深いところに雷が落ちてくるなんてことある？いや普通だったら落ちてこないだろうけど、誰かが雷落とすアイテムでも作ってズルしてるんでしょ。おいひどすぎるだろ。あと武器の名前で私のチャンネル登録催促しなくていいから。これが新しい宣伝方法か。こんなのが流行ったら終わりだろ。よっしゃー俺がトップだー。おい待てクソガキのゆでうどん。お前この勝負は TNT 限定だぞ。いやー何言ってるか聞こえないですね。オッケーじゃあバイバイ。うわー殺すのはずるいですよ。いやでもこれうまく横に回れば避けれるのでは。うおーおー天才だ。へっへっへ。じゃあラルさん先に登らせてもらう。ラルさんなんか変なもの落としてくるのやめてください。いや今のトライデントと TNT 私じゃない。まあでもクモの巣でちゃんと妨害はするんですけどね。おいもうお前の方がやってることクソガキだろ。ラルさんゆでうどんなんかにかまってないでこっちに来てください。見てくださいダイヤ発見しましたよ。おい一人だけ平和すぎるだろ。よし幸運のツルハシで掘って。死にスタお前レースに戻らなくていいのか？いやだってこの動画のメインレースじゃなくてダイヤ集めることじゃないですか。レース途中でもダイヤ見つけたら掘らなきゃダメでしょ。言われてみれば正論だ。よしあとちょっとで登れるぞ。ラルさんもう妨害しないでくださいね。いやいやもう妨害しないですよ。デコポン頑張ってねー。いやあの空に飛んでってるヌビは何なんですか？あれは妨害役だから無視していいよ。というかそんなのんびりしてたら爆発で死んじゃうよ。うわあ。ああ死んじゃった。ラルさん突然ですけど魚は好きですか？あー今日友達からもらった魚チップスみたいなの美味しかったから好きですよ。違います、見る方の魚です。あーそっちか。初めてのデートで行きがちな場所なので嫌いです。やっぱり彼女がいないヒリアはひねくれてますね。まあでもそんなラルさんにも水族館嫌いを克服してもらうために今回は魚を保護する水族館を作りました。ということでついてきてください。うわシカプールだ。うわーこれ戦闘だと前が濡れちゃうやつじゃん。なんかテンション上がってきた。ラルさんでも戦闘が濡れること知ってるんですね。まあアニメで知ったんだけどね。
やっぱ陰キャだこいつ。あ、始まりましたよ。早速飼育員さんがアシカに餌やりをしてますね。いや、ふと思ったんだけどさ、あれアシカじゃなくて豚じゃね。奇遇ですね、僕も今同じこと思ってます。じゃあパンでも与えておきますか。絶対動物に加工食品与えちゃダメでしょ。次はこの巨大水槽です。中で楽しそうに魚とかが泳いでますよ。え、なんか私もいない。そうですね、ここでハラルさんも保護されています。きっと自分の力では外で生きていけないのでしょう。お前ら私のことバカにしすぎだろ。そしてこちらは深海魚エリアとなります。ヒカリイカやウーパールーパーなどの多数の動物が保存されています。で、ここは？そこはラルフィッシュです。さっき一瞬金ブロックを持っていたように金を主食として生きています。嫌だわそんな魚。そして最後はイルカの水槽ですね。ラルさん聞いてください。イルカは、イルカ？これで僕のネタは以上です。お前はその一発ギャグのためだけにこのイルカのバカデカ水槽を作ったってこと？はい。オッケー、今までありがとう、バンしとくわ。いや、なんでですか、ネタ頑張ってるから偉いじゃないですか、褒めてくださいよ。いや、お前の一発ギャグにかける熱意がおかしいのよ。ということで次は僕がさっきの水族館に対抗して動物園を作りました。いいって、そこで対抗しなくて。じゃあまずここにいるデコポンに受付してもらってください。おいデコポン、動物園入りたいんだけど。それでは入場料お願いします。いくら？2000兆円です。うん、帰っていい？あ、冗談です。冗談、今回は特別に金ブロック1スタックに負けます。じゃあ明らかぼったくりだけど、それぐらいは払うよ。毎度あり。それじゃあ右の入場口から入ってください。お前後で絶対金ブロックカツアゲしてでも返してもらうからな。エコッパーの客。それじゃあまず見てください、これは猿の山です。ゴミがゴミのようにお互い殺し合ってますね。私もうちょっとほっこりしたやつみたいんだけど。うわあ、助けてください、ゴミの猿が脱走しました。殺していいのでラルさん討伐してください。しょうがないな、まあなんか見ないスキンだし、多分こいつが脱走したゴミだろ。待ってください、僕確かに久しぶりに撮影来たけどゴミじゃなくて動画班ですよ。あ、そういえば亀納豆動画班だったな。よし、こうなったら思い切って亀納豆をゴミにしますか。待ってください、僕より先にゴミに降格させるべき人いますよ。トモキですよ、トモキ。誰だそいつ。もう撮影こなさすぎて誰かわからなくなっちゃってるじゃないですか。見てください、僕ラルさんの女子高生バージョンのスキン作ってきましたよ。めっちゃキモいなそのスキン。うわー素敵ー、こっち向いて。めっちゃ可愛いじゃないですかそのスキン。ほら見てくださいよ、ラルさん以外からめちゃくちゃ好評ですよ。ラルさんの感性がおかしいんですよ。ここの動画班にいるやつなんか全員まともじゃねえから、あっちがおかしいんだよ。ということでなんとか集め終わりました。何個かわからないけどサムネには私が勝手にこんぐらいだろって数字を書いてるので、違ってサムネ詐欺になっても許してください。とんでもない動画の締め方なんだけどこいつ。まあそういうノリですね。喋るがないのでクリエでシャベルを出しますか。マジでゴミ。というか不法侵入だぞお前ら。そんな命の授業みたいなことはしません。どうもとんでもない時間に撮影するゆっくり霊夢です。マジで撮影する宣言を突発的にしたのでまだ一人しか来てません。まあでもあの有名武将も言っていました。泣かぬなら泣くまで待とう、ホトトギス。ということでみんなが来るまでのんびり待とうと思います。いやでも霊夢、織田信長はこう言ってたぞ。泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。ということで今オンラインで撮影に来ないやつは全員バンしようぜ。発想がエグすぎるだろ。うわあ、最近動画班になれたのにバンはやめてください。今すぐ行くのでちょっと待っててください。ほら取り連れたぞ。お前やってることパワハラだからな。まあ気を取り直して今回やる内容を説明すると、今回はネガーをきれいにしたーい。ってことでネガー整地をしていきます。ちなみに参加勢は脅したのでこの後続々と来るので安心してください。いやーよかったー、ラルさんと二人だけになってたらとんでもないこき使われ方するところだった。え、何言ってるんですか。別に複数人来たところでこき使う人数が増えるだけですよ。ほら早く働いてください。いやだー。まあって言ってもまだ私もツルハシすらないので一旦現世戻ってダイヤでも掘りに行きますか。え、それぐらいだったらラルさんお得意のクリエイティブで出せばいいじゃないですか。はぁ、わかってないですね花は。あ、そういえばこいつ初登場だから名前で呼んでも誰かわからんか。おい自己紹介しろ。どうもラルキルアンチの花です。趣味は黒曜石を8600個掘ること。最近ラルさんのラインスタンプを買いましたが皆さんは買わなくていいです。おいここでもアンチ活動するなって。あとさっきラルさんに TP されたせいでアイテム置いてきちゃいました。もっとアンチになりました。それはごめんって。本当に申し訳ないと思ってる人はそんなチャットをしません。じゃあまずツールに必要なダイヤを集めるために一旦掘りたいんですけど、シャベルがないのでクリエでシャベルを出しますか。エラルさん、それでネザライトのシャベル出していいんだったらダイヤもクリエで出してよくないですか。いやいや分かってないですね。あやっぺツルハシもないからツルハシも一旦クリエで出すか。今ダイヤツルハシが欲しいからダイヤを探してるんですよね。なんでそのためにダイヤツルハシをクリエで出しちゃうんですか。いやいやなんか雰囲気っていうかなんていうか、まあそういうノリですね。なるほど、何も考えてないってことですね。わかりました。まあ掘ればそんな些細な悩みも解決できるよ。まあわかりました、さっきの話得しましたけど、ラルさんダイヤ掘るコードとかわかるんですか。そんなのわかんないに決まってんじゃん。ノリとフィーリングだよ、さっさと掘れ。まったくこれだから最近の若いやつは成人すらしてない17歳が何言ってんすか。
ごめん、やっぱり掘るの飽きたからお前らが掘ってくれ。まあもう大体予想できてましたよ。というか3分掘るのラルさんにしてはだいぶ持った方です。え、3分掘ったら褒められるのバグってるだろ。ちゃんと真面目に作業してた時期もあったんだけどな。いや私気づいちゃったんですよ。真面目に作業してるシーンなんてどうせ動画として使えないから作業しなくていいやって。今すぐ作業中のシリーズを終了してください。いや作業中は再生数が取れ、というかよく見たらマネージャーのヘビさん久しぶりにいるやんけ。なんかスペクテーターで作業してるっぽいし、サバイバルにして妨害しとこ。ちゃんと妨害してくるのやめてください。ラルさん近くらすぎるのでどうにかしてください。ああ暗視付与するのワンチャンありか。いやでも毎回暗視みんなにつけるのめんどくさいな。じゃあしょうがない、松明配るか。ということで皆さん松明を英語でなんて言うか教えてください。あれラルさんって中学の時に高校卒業レベルの英検2級取ったって言って生きてませんでしたっけ。そんな大変英語に優れているお方が松明を英語でなんて言うかわからないなんてことなんてないですよね。うわここぞとばかりにアンチっぽいこと言いやがって。わかりました、もう降参です、降参です、なんて言うか教えてください。え、トークです。絶対それお前調べただろ。というかお前話してる間に俺のこと殴って殺そうとするなよ。マジで俺のこと次殴ったらもうお前のパソコンでこのサーバー入れないようにしてやるからな。くそ、それはまずい。ラルさんどうも、新しく動画班になった MK です。うわほっぽそうな顔してるな。これネットで拾ってきたスキンですよ。もしかしてその制作者さんの悪口言ってます？いやお前の中身が相まってめちゃくちゃアホに見える。だってお前ツイッターで女の子ばっか。あストップです、ストップ、それ以上は言わないでください。わかった、じゃあこれ以上は言わないから、ちょっと私の願い聞いてくれない？ヘビを殴ってこい。え、それ絶対僕ヘビさんに殺されません。大丈夫大丈夫、今日あいつ機嫌いいから。もちろん嘘である、機嫌がいいわけなく、どちらかというと機嫌が悪いのである。そんなヘビにちょっかいをかけたら最後、撮影終了後に裏でガチ説教されてしまう。しかし霊夢は説教をされたくない。 NK を犠牲にしてちょっかいかけたい欲を満たそうとしてるのである。オッケー、じゃあ NK ヘビ殴っていいよ。あれでもこれヘビさん今クリエイティブになってます。オッケー、じゃあ私がサバイバルに変えちゃうわ。うおうおう、殴れるようになれました。え、これ本当に後で僕ヘビさんに怒られませんよね。あ、ヘビさんスペクテーターになりました。あいつ怒っちゃったね。多分 NK そのうちバンされるよ。バンされた。うわあ、ヘビさんに怒られないって言ったじゃないですか。どうするんですか、これ多分ヘビさんガチギレしてますよ。大丈夫だよ NK、 入った時からマネージャーに嫌われてるゆでうどんってやつがいるから。いやです、僕そいつの二の舞になりたくないです。よし結構惚れましたよ。ラルさん下降りてきてくださいよ。いや下降りようと思ったけど溶岩が流れてきて降りれないや。いやどうせ下来るのがめんどくさいだけでしょ。ラルさん覗いて今のメンバーでマグマ流すような頭おかしい人はいませんよ。いや鼻マジでマグマ流れてきてるよ。一本道だからヤバいじゃないですか。誰ですか流したの？私ですよね。そんな頭おかしいことするのラルさん以外いませんもん。というかどうすればいいんですかこれ。まあ唯一の解決策としてはマグマが落ちてくる前に先に道を掘るとかじゃない？よっしゃ、じゃあ鼻急いで掘るぞ。さすがに3人で掘ればマグマが落ちてくる前にどっかの洞窟には当たるはず。へってって、私がそんなしょうもない解決策を出すわけがないだろ。確かに田中の言う通り、あとちょっと掘ればこの洞窟に当たる。しかしお前らが洞窟にたどり着いたところで待っているのは新しいマグマ。せいぜい絶望するんだな。なんかマグマの音しない？いや後ろから近づいてきてるからマグマの音ぐらいするだろ。え？うわあ、なんか掘った先にマグマあるやんけー。あらかわいそう。やばいですよ花さんか。うわあ。よしとりあえず邪魔者のゴミは落とせた。でも上からマグマも迫って。うわあ。おいふざけんなラルキル。ということで全員死にましたとさ。めでたしめでたし。なんもめでたくない定期。ラルさんさっきのところにダイヤあったんですよ。なので TP 頼みます。いや私も TP したいのは山々なんだけどさ。全員死んだからあそこの座標がもうわからんのよ。あ僕そこに着いたんで僕に TP してくれればさっきの場所に戻れますよ。え、お前死ぬ前に座標メモしてたの？はい、上からマグマ流れてくる瞬間からなんか嫌な予感はしてたのでメモっときました。おいなんで親切にメモしてた俺が殴られるんだよ。ラルさんさすがにこれは狭すぎます。全員含めて5ブロック程度の隙間しか足滑らした。よっしゃー、さっき言ってたダイヤゲットしましたラルさん。何個ゲットした？幸運使ったので4個っす。あ、よかったねー。え、これ僕をマグマに落とす流れじゃないんですか？いや別にそんなこと企んでないよ。気でも狂ったんですか？だって一人だけダイヤをゲットしたっていう嫉妬するような状況で後ろには都合が良すぎるマグマ。これでマグマに落とさないなら実況者失格ですよ。なんでお前に説教す？わー、チラチラチラチ。さすがラルさん、あえてここで他人を落とすんじゃなくて、自分が落ちることで想定外の面白さを演出するんですね。いや本当にそんなこと考えてなくて素でミスって落ちた。なんでこの人は登録者13万人いるんだ？おいその発言は失礼だろ。私だっていろいろ考え。
ごめん私もなんで登録者13万人いるかわからなくなってきたわ。草。おいじゃあこっちについてこい。ラルさん今って何してるんですか？今はネザー聖地をするためにダイヤツルハシが必要でダイヤツルハシを持ちながらダイヤを探してます。やっぱ何回聞いても理解できねえなこれ。というか全然洞窟にダイヤ見つからないから場所移動するわよ。じゃあ廃坑にみんな TP するよ。廃坑ってダイヤ多いんすか？なんか普通に洞窟探索してる方がダイヤ見つかるイメージあるんですけど。いやお前それは違うだろ。出ると思ったら出るんだよ。出ると思って洞窟探索して出なかったじゃないですか。うわ確かに。おいお前ら毒蜘蛛スポナーあったぞ。とりあえず行ってこい。うわあなんか蜘蛛の巣が頭に引っかかったんですけど。しょうがないゴミはそういう扱いされるから。いや動画班になった僕も蜘蛛の巣で嫌がらせされてるじゃん。じゃあしょうがないゴミに降格するか。あなた頭おかしいですよ。というかこれ蜘蛛の巣奥まで行ったらなんかあると思ったけどないな。まあ廃坑なんてもともとそんな期待できる場所じゃないですよ。じゃあ廃坑以外になんかダイヤ見つけられる場所ない？Y-55 とか掘ればいいんじゃないですか？いや違う。私はもうちょっと宝探しみたいな感じでダイヤを見つけたいんだ。言ってることが子供すぎるだろマジで。というかこんな時間なのに鈴鹿さんも来てるやんけ。やっこ、今何してるの？ネザー聖地するためにダイヤツルハシが必要だからダイヤツルハシ持ってダイヤ探してる。ほらやっぱり誰も理解できないですよこの説明。まあまあダイヤ集めてると思ってくれればいいよ。なるほど。というか今ふと思ったけどピラミッドってダイヤあるよね？確定じゃないっすけどチェストに入ってることはありますよ。よっしゃじゃあみんなでピラミッド行ってダイヤ探しに行こうぜ。いやここ草原地帯ですし砂漠探すのもピラミッド探すのもだいぶ時間かかりますよ。そこは安心しろ。コマンドで場所を探せるからな。それするんだったらもうクリエでダイヤ出したらいいじゃないですか。ということで魔法の力でピラミッドまでやってきました。はいじゃあここにスポーンポイント設定したからダイヤゲットするまで帰れないよ。おい田中お前だけ先に行くな。先に何かそこで起こっても私の視点だと映らないから取れ高が。会話が生々しすぎるだろ。やっべツルハシ持ってくるの忘れちゃったわ。オッケーじゃあ代わりに私が掘ってあよし落とせた。ラルさん感圧場は危ないので悪い俺死んだ。何やってんすかー。おいしかも水源にマグマかマジでゴミ。ラルさんこれ今チェストも消えましたよね。うんそうだな。でもここにスポーンポイント設定しちゃってるからダイヤ見つけるまで帰れないよ。動画班ってやめるとき事業みたいなの書いた方がいいですか？おいやめようとすんな。まあでも逆に TNT が爆発していい感じの場所ができたんじゃない？よしせっかくだしこのピラミッドの下にダイヤ探すための拠点を作ろう。発想が深夜テンションすぎますよラルさん。ラルさんさっき爆発時にエンちゃんと金リンゴだけ切り盗めたんであげますよ。あそれは欲しい。おい田中お前取ろうとするな。これは私の大切なあれもしかして私クリエイティブでインベントリ満タンで受け取ったから消えた？すまん MK インちゃんと金リンゴ消えたわ。絶対に許さない。じゃあ一旦さっきのことは忘れて私も簡易的な家を作りますか。とりあえずある程度ブロックをくり抜いて、ドアをつけて、看板に私の家ってことを書けば完成。これが今日から私の家です。いやあまりにも小さすぎない？いや私ミニマリストだから。ミニマリストでもこんだけ家小さくしねえよ。というか不法侵入だぞお前ら。今すぐ出てけ。いや黒曜石で入り口が防がれてるので出れません。監禁されてます。助けてください。監禁してねえよ。おーい大丈夫かー。今極悪非道なラルキルに監禁された二人を助けに来たぞ。おいだから私監禁してないって。しかもそこ壊されるとほぼ家じゃなくなるのよ。いいね。よくねえよ。じゃあしょうがねえ離れた場所でちっちゃい家作り直すか。さすがに1マスだったら誰も侵入できないだろ。あれ1マスの中にドア4つっておけない？海外の頭悪悪ショートで見たんだけどな。どうせそれフェイク動画ですよ。ラルさん騙されやすいんだから気をつけてください。いや私まだ5回行くか行かないかぐらいしか詐欺にあったことないですよ。普通は詐欺に引っかかりません。ということで新しい家が完成。これ本当に家ですか？家です。頭おかしいんじゃねえの？うわ暴言吐いてる。炎上だ炎上。ラルさんここ黒曜石で埋めていいですか？おいってことはさっき私を監禁した人に仕立て上げたの花じゃねえか。じゃあバンするか。よし、バン完了。今バンしたの僕じゃなくて NK ですよ。おい、ほんとじゃん。いや、でもそのままで大丈夫です。クソ寒いギャグ言ってるのでこのままバンしときましょう。ならええか。よし、みんな真面目に作業してるな。じゃあ私はこっそりアニメ鑑賞しますか。いやー、推しの子楽しみだな。だから撮影中に見ないでください。うわー、深夜テンションで一発ギャグ言っちゃった。これから言わないように気をつけないと。いや、そんな気にしなくていいよ。うちの動画班にちゃんと考えてねってねって数日かけて一発ギャグ披露する変態いるから。ちなみにそれって受けるんですか？受けない。じゃあ受けないのに一発ギャグにわざわざそんな労力割いてるのおかしくないですか？そうだよ、強人だよ。ちょっと待ってください。じゃあ参考になりそうなまともな先輩教えてください。友紀とか？誰ですかそいつ。あ、やっぱり出なさすぎて認知されてないんですね。ラルさん、ちょっと相談があって、僕のスキンってこれ帽子6枚ゆっくり実況者と同じじゃないですか。そうだね、同じ作業中で今田中が着てるスキンと全く同じ人がいるね。で、前回の動画で僕それバレたんですよ。まあでも本人にまでは伝わらないから大丈夫でしょ。いや、伝わりました。え？こんな感じでツイッター
Twitter に呟いたら、ちゃんと本人にバレました。それじゃあ怒られる前に田中の存在を抹消しておくか。おかしいじゃないですか、ラルさんがこのスキンに帰ろって言ったんですよ。いやもう数十人のスキン流れ作業で選んでるからまさか実況者と被ると思わなかった。そして本人にバレると思わなかった。まあメトクマさんは優しいから100万円ぐらい払えば許してくれますよ。とんでもない額じゃないですか。ということで食料不足にならないようにここに一応豚だけ育てておくか。豚を育てるかっこスポーンエッグ。ラルさんその豚って最終日にみんなで食べるか決めたりしますか。そんな命の需要みたいなことはしません。問答無用で殺して食います。あとラルさん豚だけなのは良くないですよ。今の時代は多様性、豚以外にも動物を入れるべきです。じゃあおでんでもぶち込む。豚が殺されて多様性が保たれないのでやめてください。なんかまた地下開拓クラフトが始まってる。うわクソ懐かしいなそのシリーズ。その頃にいた人たちの半分はもういません。多分今のシリーズにいる人たちの半分は半年後にはもういないでしょう。やめてください、ここしか生きがいを感じれないんです。それもどうかしてるだろ。あそうだ、みんなの OP 権限剥奪しとかなきゃ。え、なんで急に。いや裏でもともと移動とかをスムーズに済ませるために動画班全員に OP 渡してたんですけど、先日うちの茹でうどんがやらかしてですね、全員をザローレイに TP するコマンドをリピートにしちゃったんですよ。そしたら何が起こるかって、動こうとしてもザローレイに戻されて何もできなくなったので、緊急でサーバーを停止してコマンドブロックを無効化するまでになったんですよね。その説は本当に申し訳ございませんでした。と自称プロマインクラッターのゆでうどん容疑者は供述してるので許してあげてください。彼も彼なりに反省しているんです。本当は誰がやらかしたか言わないでおこうと思ったけど、面白そうなんでここで暴露しときます。ゆでうどんの気持ちより面白さを優先するゴミ。というかこんなしょうもないこと話しながらやってたら間違って自分の OP 剥奪しちゃったわ。ガチのアホじゃんお前。鈴鹿さんまだ OP 持ってるはずだから私にちょうだい。わかりました、114兆円です。なんで日本の国家予算と同じ額請求されなあかんねん。じゃあ107兆円でいいですよ。別に去年の国家予算言われたって大して変わらんて。じゃあ10億でいいですよ。安くないです、前の金額が高すぎて感覚バグってますよ。鈴鹿さんわからなさそうだったのでもう僕が付与しときましたよ。大田中めっちゃ有能じゃん。は？私が無能だって言いたいの？マイクラ9年やってて私よりコマンド知らないのは無能だろ。あ、もうカッチンですよカッチン。ラルキルの月収暴露しますよ。おいお前やってることやばいぞ。いやーでもやっぱりこのほっこり感いいですね。前までは誰かがネタ作ったの見に行くって感じだったんですけど、これからは私もめちゃくちゃ動いてみんなとサバイバルするって感じになると思います。なんか平和すぎるので TNT でも爆発させてちょっと調整します。大丈夫、どうせどっかのタイミングでめちゃくちゃ荒れるから。うわ間違って狼出しちゃった。やっぱりいつも飛んでるだけのせいでこういう時プレイスキルないの引けますね。あとみんなごめん、やっぱりこの豚たち殺すわ。めちゃくちゃブヒブヒうるさい。よし、あとこの子豚を殺せば。ラルさんまだでかい豚残ってますよ。ほんとだ、いるじゃねえか、胴体が白い特大の豚。うわあ、今のは豚の頭をかぶった僕ですよ、田中ですよ。頑張ってる動画班を殺して申し訳ないと思わないんですか。いや豚を飼ってる途中に豚の格好して近づいてくるのが悪いだろ。正論だ。ということで動画開始14分、やっと本題のネザーに来ました。まあ今見る感じ聖地頑張ってるしこれで特に心配はなさそうだな。え、何言ってるんですかマリサ。今私はネザーゲートから来た人が絶対に引っかかるようなトラップを作ってるんですよ。ラルさんネザーに家って作ります？作らねえよ、真面目に仕事しろ。人を妨害するトラップ作ってるやつが何言ってんだ。いやーこれ一人でトラップ作るの大変やな。みんなここ穴開けてネザーゲートクソで入りだるくしようぜっと。よし、これでみんな手伝ってくれるでしょう。しょうもないことに労力費やすなにょん。ふう、結構掘れたな。それじゃあもう十分な高さなのでここに溶岩を巻いていきますか。あ、じゃあ上行くのでちょっと待っててください。ラルさん話聞いてます？あ、うん聞いてたよ。まあ必要な犠牲だし仕方ないかなって。1分待てば済む話ですけどね。いやその1分が待てない。じゃあラルさんはカップラーメン3分待たないで食べるんですか？カップラーメンが待てるならそれぐらい待ってくださいよ。いやカップラーメン3分どころか1分待てないよ。本当の社会不適合者じゃないですかラルさん。じゃああのトラップが実際に引っかかるのかゴミの炙りサーモンで試してみますか。おい炙りサーモン、ちょっと見せたいものがあるからネザーに来てくれ。まあ絶対にろくなものじゃないですけどとりあえず行きますか。はい到着したよ。うわこれネザーゲートのところしか足場ないからめっちゃ画面グワングワンするじゃん。ちょっと移動しよう。え、うわあ。よし、それじゃあ炙りサーモンくんネザーでの作業を始めようか。いや今のミスごまかそうったって無理ですよ。僕は普通にブロックを。うわあ。よし仕返しだ。いや仕返しも何も。突然ですが皆様に謝罪することがあります。この度ラルキル深夜撮影で寝落ちしてしまいました。うん、え、驚かないの？いやだってお前撮影中に普通に寿司食いに行ったりするし、まだ意図的にサボってない寝落ちの方がマシだろ。よかった、普段撮影サボって寿司食いに行って。そこ安心するところじゃないにょんよ。というか私が寝てる間に何があったんですかこの文字。なんかめっちゃ文字重なってカオスなことになってますよ。グランさんが撮影外で配信してる時にミスって TP アットイしちゃって、ここに全てのモブとかプレイヤーとか文字とかが集められ
て文字だけ残りました。そして本人はミスを隠蔽するために配信を消して逃亡中です。いや本人謝罪してるけど。ラルさんそれ言わないでくださいよ。間違って TP したグランザー悪役の方が動画として面白いんですから。なんでお前まで投稿者視点で考えてるんだよ。グランの TP アットイのやつさすがにバンはないですよね。いや本人必要以上に謝ってたからさすがにそれはないよ。これ以上バンすると人もまずいっすからね。いやそこは大丈夫。次からまた新しくゴミが8人入ると思うから。前まで作業中クラフトの応募フォームの応募者見るのサボってたんですけど、前数百人ぐらいまとめてみたんで結構一気に入ってきます。なのでそれに合わせて活躍してるゴミを今回一気に動画班に昇格したっていう感じですね。ともきさんは動画班からゴミに落とさないんですか？誰というかさっきから明らか裏側みたいな話してるけど録画回してませんよね。いや回してるよ。え、じゃあラルさんが可愛い女の子と寝落ちもちもちしたいって言ってた話も動画に入りますか？ああ数少ない女性ファンが減るかと思ってわざとその話カットしたのに、今お前が暴露したせいでゼロ人になったよ。ラルさんにはぴったりですね。マジでぶん殴るぞお前。ラルさん現世の拠点の座標いくつですか？あれ昨日座標ちゃんとディスコに貼りましたよ。あそっか注意力3万だから配信中に TP アットイしちゃったのか。映画館の階段からずり落ちまくって捻挫したラルさんには言われたくないです。おい私の恥ずかしいエピソードを引っ張り出すな。あれはマリオの映画見に行ってテンション上がってマリオみたいにやっこうって言って降りたら足踏み外して落ちちゃったから仕方ないんですよ。もっとアホじゃないですか。言い訳すればするほどアホに聞こえるのでもう喋らない方がいいですよ。クソが。おい押すなよ押すなよ。ふりしたのに誰も押してくれない。なんかかわいそうだなあいつ。見なかったことにしよ。ラルさんどのくらい正規するんですか？いやー今のところ決めてはないな。まあ限界までやると思うよ。というかこれを見てるリスナーはタイトルとかサムネでどのくらい掘ったか多分わかってると思う。おいリスナー教えろ。画面越しに喋りかけてくれ。ふんふんふん、なるほど。はい、今画面に話しかけたお前バーカ。そんなの伝わるわけねえだろ。ろくでもねえなこいつ。はい、じゃあみんなラルキルお兄さんについてきて、こっち側探索するよ。いや、あいつお兄さんって年齢じゃないだろ。多分自分がジジイだってことを受け入れられなくて自分をお兄さんだと思ってるんだよ。お前らこそこそ喋ってるつもりかもしれないけど全部聞こえてるぞ。あと私まだ17歳高校3年生のお兄さんの年齢だからな。毎日10時間近くパソコンに向かってカタカタ編集してるお兄さんは嫌だ。それはガチで刺さるからやめてくれ。まあお前らみたいな甘ったれたやつには聖地前にまずは鍛錬が必要だ。ここのゾンビピグリンを全部討伐しろ。ラルさんもう僕は動画班も長いしこの鍛錬はやらなくていいですよね。いやダメだ。お前は深夜3時に私に電話をかけてきた罰として鍛錬を受けろ。いやそれはあれじゃないですか。ラルさんが夜食にぼーっとしてて乾燥わかめをそのまま食べちゃってワンチャンこれの中で乾燥わかめがふやけてでかくなって死ぬかもしれないから、もしチャットして反応なかったら電話しろって言われて電話したやつじゃないですか。うわ最悪だ。私のバカエピソードもう一つ出てきたって。うわあ僕もピグリンに襲われてます。僕は本当に悪いことしてないので助けてくださいよ。お前は動画で私の本名を晒したからダメ。あれは編集ミスったラルさんの責任じゃないっすか。ラルさん僕は何の悪いこともしてないゾンビピグリンを殺したくないです。僕はあいつらを殺すぐらいだったら欲望にまみれた意地汚いこの動画半円とラルキルを殺します。うおーおー待てー張ることを。あ間違えた、これラルさんだ。こんな腐った世界を変えるため革命を起こしてやる。いやまあ思想が過激すぎるのは一旦置いておいて、とりあえずその剣使うのやめない。視聴者目線このチャンネルめっちゃチャンネル登録催促してるみたいになっちゃうから。いやチャンネル登録催促して何が悪いんですか。チャンネル登録して助けようみたいなゴミショート動画もあるじゃないですか。それより幾分もマシですよ。花くんそうやって敵をいっぱい作るような発言をしないの。よしみんな頑張って戦ってるな。青やぶりサーモン。ピピッピ動画制作委員会からの注意が入りました。ヘルメットとチェストプレートと盾は外してください。そうしないと顔とか服が見えにくくて視聴者に自分のことを覚えてもらえないですよ。急にめっちゃ実用的なアドバイスするじゃんお前。はいグランも脱いでー。何ですかセクハラですか。今すぐ警察に電話しますよ。いやマイクラ内の話に決まってんだろバカ。警察もそんな通報来ても困るだけだろ。オガストちゃん。いやーこの日の弾打ち返すやつ何気に楽しいんだよな。みんなやとか。おい春子がエリトラで飛んで先に剣で殴って討伐されたんだけど。春子を今私の真上にいるガストは倒さないでねー。はいわかりました。ちゃんと討伐しておきますね。お前マジで何一つ話聞いてないだろ。よしじゃあやっと本題の聖地を始めますか。掘りすぎちゃうとその高さに合わせないといけなくなっちゃうからある程度空気読んで掘ってね。まあでも初めは山を削ることが多いから特にその心配はしなくていいか。おーおー下に掘れー。みんなラルキルに負けるな。対抗してラルキルの指示とは真反対のことをしろ。おい意味わからん。対抗心燃やさなくていいって。それじゃあ岩盤置いておくからこれより下はこれ以上掘らないでね。いやラルさん僕たちは別に悪意を持って下に掘ってるわけじゃないんですよ。悪意しかないだろ。ただただ暗視がついていなくて暗くて見えなくて上と下がわからなくなっちゃってるだけです。なので暗視のポーションをみんなに十分な量配布してくれたらちゃんと掘りますよ。絶対見えないなんてことないけど暗視のポーション配布したら真面目にやるのね。絶対真面目にやります。
明日の夕飯のエビフライに誓ってやります。そういうのは神に誓うんだよ。まあじゃあポーション入れとくからちゃんとこれ飲んで作業してね。任せてください。まあ一応ラージチェスト2つ分ぐらいあれば十分か。ちゃんとみんな取って取りすぎだろ。絶対一人数個でいいのにとんでもない量取っていったバカ野郎いるだろこれ。あと炙りサーモンは自分のいらないアイテムをチェストの中に捨てるな。おい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 、張ること掘る高さ違うよ。この岩盤がちょうど床になるぐらいの高さで掘ってほしいのよ。いやまあこれに関しては私も伝えか。おいマセブラン、お前もう今真下に向かって掘ってたやん。え、何か問題なんですか？なんでお前伝わってないんだよ。いやいや、おかしいのはラルさんの方ですよ。え、でもさっき約束結んだ。いやあの真面目に掘るって約束を結んだのはここの全員じゃなくて張ることのみですよ。なので私たちが真面目に掘る必要はありません。あれ一応聞くけど君たちって動画班だよね。動画撮影を助ける班って意味じゃないの？いや動画撮影を妨害する班って意味です。ろくでもねえな、さっさと解散しろ。グランが暴走してるんでもう思い切って逆にラルさんが正規する高さの基準下げちゃえばいいんじゃないですか？いやまあいたちごっこな気もするけど一旦そうしてみるか。ラルさんなんで今僕のことバンしたんですか？お前がデコボコに掘りまくって掘る高さの基準を分かりにくくしてるからだよ。ほら解除したから真面目にやって。クソ、こうなったらどうにかして別の方法で妨害するしかないか。もうアンチだろお前。ラルさん来てください。多分この山掘るのめっちゃ大変ですよ。ほらあっち見てください。あー確かにこれはだるいかも。どうにかしてください。これ一人じゃ無理です。じゃあとりあえずみんながどれぐらいの速度で壊せるか見るのも含めて一旦みんなで破壊しますか。 PP アット A するよ。よっしゃー掘るぞー。おい待て、なんで急にお前やる気になるんだよ。動画のメインテーマの作業はしたくないんですよ。僕動画と関係ない作業だったら無限にできますし。いらないところ頑張れるのおかしいだろ。ラルさんに質問です。今僕の目の前にあるブロックの名前は何でしょう？古代の瓦礫だっけ？ぶっぷー古代の残骸でした。そんな人には残骸あげません。うわおいだ古代の残骸取るな。いや取ってないですよ。あ本当だ、僕のインベントリが満パンになってて取れないだけだった。デコポンさん。あダルミン、ごめんごめん。デコポンさん許しません。ごめんごめん、だから一旦攻撃するのはやめよ。デコポン殺す。うわなんで結局こうなっちゃうんだよ。うわ鈴鹿さん距離近いな。うん、お前よく見たら春子とじゃん。いやもう OP 使えなくなったせいで気軽に誰かの顔が出せなくなっちゃったんですよ。だから今回で見納めになっちゃうかもしれないので今回はずっと鈴鹿さんの顔をつけてようかなって。あとそれでなんか悪いことしてもワンちゃん私じゃなくて鈴鹿さんが怒られるので。お前そういうしょうもない悪知恵は働くよな。じゃあ責任持ってお前はガラスで囲って閉じ込めておくわ。うわ出れないよ。そしてゲームモードもアドベンチャーにしとくわ。待ってください、これガチで出れないやつじゃないですか。うえー、いや、ハルコとは俺らの仲間だ。助けに行くぞー。全員突入。いや、別にそれ全員突入するほど広くないけどな。あと、お前一緒に突入したダルミンに殺されてるよ。へっへっへ、反乱を起こし、ここスポーン地点に設定されてるからまたデコポン復活するじゃん。おい、ダルミン、今度はこっちがお前を倒してやる。そして誰もいなくなったとさ、めでたし一人復活しちゃった。ラルさん僕これどうすればいいんですか？なんか僕だけここにスポーンしちゃってるんですけど。多分お前がマグマ出してたからマグマでスポーン、今説明してるからその間に流すなって。いや僕だけ残ってるの気まずいんでスポーンポイント塞いだ状態で僕も死にます。いやあのすごい言いにくいんだけど、今お前がスポーンする時もうマグマ消えてるから意味ないよ。おとなしく一人で罪悪感に苛まれながらそこに閉じ込められておきな。やられてること死刑囚と同じじゃないですか。ラルさん鼻がバンされて泣いてますよ。どうせ嘘な泣きか嬉し泣きだろそれ。なんで僕に対してそんな信用がないんですか。ラルさんと僕は知り合って半年近い仲じゃないですか。いやまだ1ヶ月経ってないだろ。え、いや4ヶ月前に会ったの覚えてないんですか。ラルさんのゆっくりサバの動画見てくださいよ。アーミグさんが主催してたやつ。あの時ラルさんと一度会ってるんですよ。ほら見てください、ナナモンさんの隣にいるのが僕です。そんなの覚えてるわけないだろ。ラルさんさっきネザーに家建てましたよね。あー建てたね。ラルさん覚えといてください。ネザーで木材で家を建てるとこんな風に燃えますよ。いや別にそれ私はまだ壁作っただけだからいいんだけどさ。中身鈴鹿さんの家だよ。え？ウッチー君、撮影終わったら話そうか。あー死ぬ前に最後彼女を作りたかったな。ラルさんお葬式は来なくてもいいので1年に1回はお墓参りに来てくださいね。もうお前死ぬの確定してるのか。鈴鹿さんに怒られたら最後、深夜に呼び出されて東京湾に沈められますよ。あー人生で一度は彼女を作りたかったな。おいお前これ以上で迷うんだったら実際にやってやろうか。ごめんなさい、勘弁してください。あーこの家はもう無理そうですね。それじゃあ完全に焼けるのを待って新しく石とか待って燃えてる家の上に木造建築を作るのはアホの極みだよ。いや僕はここに家を作るって決めたんです。これが達成できなければ僕は死ねません。じゃあ不老不死だよお前。で設置する速度より燃えてブロックが消える速度の方が早いんですけどどうすればいいんですか。だから諦めろって言ってんだよ。いやでもさっき原木をくれたのはラルさん。ラルさんの期待を裏切らないためにもここで超大きな建築を作らなきゃ。いいって別に。ラルさん僕も NK に感化されて木造で家を作りました。うわ最悪だ。ネザーで木造建築作るやつが増えるのマジでバカだろ。ラルさん入ってみてください。え、
これ入り口ある？見た感じ全部囲われてるんだけど。あ、もしかしてこの窓突き破ってダイナミックお邪魔しますしないといけない感じ？おい、ふざけんな、何勝手に人の窓壊してんだよ。いや、明らかにこの窓刺した時壊せって合図してただろ。いや、そこが入り口だけど、ラルさんは入ってきちゃダメです。おい、さっきお前が入ってこいって言ってただろ。告白してないけど振られたみたいな気持ちだわこれ。おい、グランこっち来て、一緒になんか作ろうぜ。おちゃんと友情が生まれてていい感じですね。最近ウッチーと死にスタがリアルであったしいい感じ。よし、邪魔者も消えたし、一人で建築頑張りますか。ごめん、全然撤回、全然仲良くなかったわ。おーおー、いい、グランふざけんなー。アイリトラ速度出しすぎた。鼻も鼻でアホすぎるだろ。ラルさん助けて、みんな上にいるんだけど僕だけはぐれちゃいました。どうする、みんなのところに戻そうか。いや、ここはあえて僕一人でここに家を作りますと言いたいところなのですが、さすがに一人だと寂しいので、暇そうな人を連れてきてください。うん、鈴鹿さんしか暇そうな人いなかったから、じゃあ鈴鹿さんそっちに送るね。なんですか、私全然暇じゃないですよ。みんなが建てた建築を見ながら歩いてただけですよ。暇じゃねえか。というか、この二人のコンビ懐かしいな。めちゃくちゃ毎日抱えたククラフトで一緒にデートさせたメンツだ。ってことはこれ同棲ってこと？え、ちょっと待って、俺の、うわぁ。よし、これでこの島は私のものだね。こいつ怖え。ということで完成。なんかワールドエディットで掘ったみたいになったけど、ワールドエディットです。え？無理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 、掘れなかった。ちょっと掘ったけど限界感じてワールドエディットで掘ってもらいました。ここまでさらけ出せたらもう無敵にょんよ。それじゃバイバイ。バイするしかない、ゴミみたいな思い出がありますね。被害者が怒られるまですぎるパターン。ダルキル炎上しろ。一番の敵が味方にいるんだけど。皆さん、聖地、したくないですか？ということで今回は14万ブロック聖地をしていくぞ。なんで14万ブロックなのか説明すると、もうすぐ登録者が14万人に行きそうだからですね。まあかといって登録者が増えたところで私の広告収入は一切増えないので嬉しくないんですけど。お前マジで一言余計って言われない？まあそんなマリサのザレ事は置いておいて、14万ブロック聖地していくぞ。ということで、まずは場所決めなんですけど、この畑バイオームがあるらへんのところとかどうです？え、前頑張って作った畑バイオームを潰すんですか？いやいや、ギリギリ畑に触れない感じで整地するよ。あ、納得しました。なんで納得してるのに暴言吐いてくるんだよ。それじゃあみんなスペクテーターだから一旦ここに TP するよ。え、ちょっと待ってらるわー。あ、ごめん、無理だけ普通にサバイバルだったわ。人の命をなんだと思ってるんですか？いや、これゲームだよ。マジレスやめてください。そんなんだから彼女できないんですよ。彼女いない、いじりしたやつは次からバンします。お前ってそういう煽り体制本当にないよな。ラルさん、やっぱり畑の企画やめません？え、いや、ここ周りに村とかもあるし、こっちに整地した土地あったら建築とか便利じゃない？いや、今僕地上絵作ってるんで、そっちの方掘りましょうよ。いや、こっちの方がみんなのためになるから、こっちで掘るぞ。いやだー、皆さんこれが自己中というものです。というか今気づいたけど、作業中シリーズのレパートリーってもしかして聖地露天掘りしかありません？いやだ、いや、集めたりネザーにエンド作ったり色々してるぞ。人から区画パクれば結構あるし。マイクラゆっくり実況者さん、こいつやってます。まあそれじゃあスタート地点も決めたけど、まだ掘らないでね。うん、グラン、お前話聞いてる？掘るなと言われたら掘りたくなる。これはもう人間の差がでしょうが。わかった、じゃあ掘っていいよ。よっしゃー、みんな掘っていいらしいから掘るぞー。どっちにしろ掘るじゃねえかお前ら。まずい、こうなったらもう私が止める方法はただ一つ、バンするしかない。うわあ、ごめんなさい、反省するのでバン解除してください。わかった、じゃあ次はやるなよ。この僕が2回もやらかすと思ってるんですか？思ってるから言ってるんだよ。というか今の騒ぎに便乗して森燃やしてるやつ誰だよ。僕がやりました。あっ、ちゃんと隠さないで言うんだ。いや、だって森を燃やして気をなくした方が効率的に整地できません。あー、確かにそれは一理あるな。てっきり荒らしたいから燃やしてるのかと思ったわ。いや、僕もう動画班にいて結構長いですよ。古参動画班はそんなことしませんよ。ちょうど今最古参勢の死にスタが TNT 置きまくってるんだけど、それはどう思う？いや、それはエンターテイメントですよ。実際に着火して爆発の被害は出さず、あおわさあ、うわあ、上から TNT が降ってきたんだけど、やっぱり最古参でもおかしいやつはおかしいですね。そしてその後も嵐の勢いは止まらず、デコポンが TNT を置きまくり着火、そしてバンされ、バンの恐怖に怯えて嵐が止まるかと思ったら、さっき反省したと思われたグランが再度暴れ出し、グランもバンとなりましたとさ。めでたしめでたし。なんもめでたくない定期。ラルさん、ちょっと来てください。はいよ。ラルさん、蜂の巣に関してなんか思い出ありますか？あ、生放送中に蜂に襲われて散々ライブのチャットで笑われた、ゴミみたいな思い出がありますね。おい、字幕まで私のこと煽るな。ということで今回はそのラルさんのモノマネをしていこうと思います。悪い、私が反射的に蜂の巣壊しちゃったわ。おい、動画で使えないような暴言言うなって。ラルさん、早くバン解除してくださいよ。いや、ちょっと待って、お前らが私のやること全部邪魔してくるから、とりあえず一旦一人にさせてくれ。あー、ラルさん拗ねちゃった。別に拗ねてるわけじゃねえよ。さっきも絶賛炙りサーモンにブロック置くの邪魔されてただろ。ラルさん、早く解除して。わかったわかった、もう解除するから一旦落ち着いてくれ。いや、なんでうちのサーバーでゴライアンさんバンされてるの？うわ、これ実は裏では不仲ってことですね。ビジネス仲良しだ、ビジネスだ。いや、逆だよ逆、ビジネス不仲してるんだよ。はい、じゃあみんなバン
番解除したけどもう荒らしたりしないでね。特にスポーンポイントをこの黒曜石にしてるからで頼む、せめてセリフを言い終わるまで荒らさないでくれ。しょうがない、もうこれ IP 版するしかないか。説明しよう。IP 版というのはもうその住所からこのサーバーにアクセスできなくなる、いわゆる版の上位互換である。IP 版の解除は普通の版に比べて解除の段取りがめんどくさく、実質この撮影中はもう版解除されないと言われているのと同然。以上フランちゃんの解説コーナーでした。ふう IP 版するぞって脅したらやっとまともにマイクラができるようになったな。うおー、口を置きまくって聖地の妨害をするぞー。まあ妨害されてますけど直接被害は食らってないので実質平和ですね。荒らされすぎて感覚バグってますよ。というか今目の前にいるやつ誰にょん。いや私も初めて見たからわからんわ、なんだこいつ。いや無視してほろ。いや待ってくださいラルさん、ゴミのカメプリンですよカメプリン。ゴミだったら全員の名前覚えてないからわからないや。でちなみに今は何してるんですか。今は聖地してる。なんで聖地なのにめちゃくちゃ燃えて殴り合ってブロックを乱雑に置いてるやつとかいるんですか。もうそこについては考えるな。私だってどうしてこうなってるか知りたい。よしこんだけ囲ったらもうある程度大丈夫にはなるだろ。おい村人消えてるんだけど、俺がせっかく厳選した村人が。こんな危ないところで厳選するから悪いんだろ。被害者が怒られるまですぎるパターン。ラルさん一応これベッド設置しておきます。いやベッドは置いとかない方がいい。絶対誰かが壊すか TNT のバコラ、もう目の前で TNT 設置されてたじゃん。あまりにも早すぎるフラグ回収。うおーおーサボって遊ぶぞー。おいデコポンサボってないで働け。お前 TNT 持ってると働かないから没収します。うーこれで荒らせなくなっちゃった。荒らすなよボケ。はいお前もふざけてるからなんかアイテム没収ね。うー濡れたスポンジ1スタック返します。絶対このスポンジ正当な方法で入手してないだろ。じゃあかわいそうなカメプリンに俺が TNT にスタックあげるよ。バカこれも絶対まともな方法で入手してないだろ。これは私が責任を持って処分しておきます。もう TNT を奪われたショックから立ち直れないのでマイクラ引退します。追い抜けるなクソガキ。ラルさんラルさん見てくださいよ。なんだどうせ TNT のこと。はい正解、もう来た時点で TNT持ってるじゃん。いや今回は爆破させるとかじゃないですよ。いやもう絶対爆発させるから壊してやる。本当に違いますって、なんで僕のことを信じてくれないんですか。なんで今までの行いから信じてもらえると思ってたんだよ。まあでも一回だけなら、うん一回でも信用した私がバカだった。いや今のは意味ある爆発です。ラルさん今 TNT の横にレッドストーン投資を置いたら爆発したのを見ましたよね。でもこれ TNT の上にレッドストーン投資を置いても TNT は爆発しないんですよ。へえ。なんでかその反応ラルさん知らなかったでしょ。いや知らなかったけど知ってもなんとも思わん。ラルキル炎上しろ。ラルさんトモキが来ました。いいってトモキの話は。今トモキのことを認知してるリスナーなんていないから。しかもお前クソダサ、トモキの皮をかぶったヌビじゃねえか。なんだそのゆでうどんとトモキを組み合わせたようなスキン。あと今は20時です。あなた生活リズム末期ですよ。うるせえこっちとら忙しいんだよ。さっきまでバロラントしてたの知ってるからな。クソバレてたのか。ラルさんこれって何すればいいんですか。この黒曜石ハウスの高さに合わせて整地。いやなんでこんな土ブロックが散乱してるんですか。それはバカアホトロール間抜け野郎が荒らしてるからだよ。へっへっへ、俺が荒らしてる。よしちゃんと整地できてきてるな。え、なんかめちゃくちゃ水が上から流れてきてるんだけど。うおーおー最高だぜー。これでお前らの整地作業を妨害してやる。一番の敵が味方にいるんだけど。ふうそれじゃあグランの先輩として俺もマグマ流して手伝いますか。バカお前これ丸石だらけになるだろ。あ、そういえば僕のスキン変わりましたよ。まああのままだと絶対目立たないからって無理やり変えさせられたんですけどね。いやあのスキンだったら絶対目立てない。お前みたいな頭おかしいやつはちょっと変わってるスキンの方がいいよ。それって悪口じゃないですか。悪口。え、ラルさん見てください、正気を失ったトモキを作ってみました。いやあのさ、この動画見てる人ほぼ全員トモキが誰だかわからないのよ。トモキって裏では面白いけど表だと面白くないのよ。いや裏でも面白くないです。じゃあなんでみんなそんなトモキいじってるんだよ。だってトモキって動画班で唯一登場頻度がめちゃくちゃ低いレアキャラじゃないですか。なんで動画班から蹴られないんですか。いやまあロゴ作ってくれたり、そろそろバンするかっていうタイミングでなんか裏で活躍してるから、バンするにもバンできないんですよね。というかこのトモキのネタ視聴者の誰にも伝わらないので、トモキ禁止令を出します。うわすっげえダサい名前。うわあいつだって頑張って変なロゴ作ってるのに。お前もバカにしてんじゃん。ということである程度整地が進んできたので拠点を地下に移していきます。地下に拠点作るのは男のロマンですよね。でもゆっくり霊夢は女。いやでもゆっくりの中の人は男。一体これはどっちの性別なんだ。もうめたいこと言うの抵抗なくなってるじゃんお前。いやでも今この動画編集してる中の人は80歳のおじいちゃんかもしれない。それはないだろ。ラルさん自動ドア作りたいです。バカうちにそんな技術力はないから諦めなさい。でも他実況者はいろいろもっと入れて遊んでますよ。今時こんな手作業で悲しく作業してるのうちだけですって。よそはよそ、うちはうちです。まあでも今度新作業中クラフトっていうので工業もっと入れるので楽しみにしててください。この作業中クラフトももうすぐパート20で、これを総集編にしたら次のシリーズやりますよ。総集編は動画時間が長いからめっちゃ儲かるぜ。はいそこお金の話しない。ちなみにちゃんと総集編のイラストも依頼しました。七門さんと同じ人です。七門さんには伝えてないです。
これには七門さんブチギレふかし、よし喫煙所完成。なんで全員未成年なのに喫煙所作ってるんですか。いやいいじゃん、私喫煙所の外でタバコ吸ってる人注意する動画やってみたいんよ。まあそんなことはできないからマイクラでそのやりたい欲求を満たすんですけどね。ラルさんのあの体型だったら普通にタバコ吸ってる人に殴られて負けそうですけどね。その場合は金置いて逃げるわ。やっぱイキリ陰キャじゃないですかラルさん。黙れ、よし看板もつけたし喫煙所かっこ放置室が完成ですね。やったー、ここに入って放置して遊ぶぞ。お前は別ゲーしないでマイクラしろ。ホラダルミンに関しては私の総集編を編集するためにマイクラ以外のゲーム全部消したんだぞ。お前もそのぐらいの熱量を持って動画班に参加しろ。怖いよこの人たち。というか私がぼーっとしてる間にとんでもないことになってるじゃん。よっしゃー、じゃあここに板材置いて引火させてやるぜ。バカお前バンするぞ。へっへっへ、この黒曜石ハウスの入り口も丸石で塞いで。うわー、バンされたー。いやまあどうせ数分後にバン解除してくれるからいっか。いやまあいつもはそうするけど、グランは荒らしすぎなので当分バン解除しません。クソゴミラルキル。あ、でもサバイバルじゃなくてアドベンチャーにすれば大丈夫か。こうすればブロックとかで荒らされないだろうし。へっへっへ、考えが甘いですねラルさんは。こんな風に畑を踏み荒らせばいいんですよ。うわーマジで終わってる。じゃあもうしょうがねえ、こんな風にバリアブロックで周りを囲って。はい、じゃあグランバリアブロックで囲われたアスレで一生楽しんでてね。この動画が上がるまでお前はずっとそこにいなきゃダメだよ。もう僕らルキルアンチになります。ということで聖地完了。無理やり終わらせましたが許してください。これから毎日投稿するので、それじゃあバイバイ。一週間で、エメラルド50万個集めろ。というミッションが急に来たんだけどどうする。いや別にやらなくていいや。え、いやちょっと今シュークリーム食ってるから。ということで早速始まったんだけど、マジで何すればいいんだこれ。まずは一旦アイテムを全部消して、今回は裸一つからスタートしてやるぜ。まずは場所選びだー。エメラルドを運んだりチェストに入れたりすることを考えると、これは超重大ミッション。下手に変な場所を選んでしまったら数倍の時間がかかる。できれば平らなところで、ある程度建築があるところがいいんだけど。この競馬場今回の拠点に使っていい？ここ大の馬好きのマネージャーが作ってるんで、マネージャー次第ですね。絶対色々言われるから別の拠点探すか。それが賢明です。じゃあ僕は昨日マネージャーと喧嘩っぽいことしたから、ここ爆破しとこ。後でお前絶対マネージャーに殴られるぞ。ラルさん、拠点見つけるのまだですか？待て、まだ撮影始まってから3分も経ってないぞ。まあでも安心しな、小僧ちょうど今決めたからな。今回の拠点は、なんと水族館の中。ということで全員 TP するよう。アダルミン死んじゃったけどまあいっか。あんたは人の命を何だと思ってるんですか？ということで皆さん、肝心のエメラルドの集め方どうします？村にたまに入ってるの狙うのどう？いやーそれは村を探す時間とか考えるとだいぶ効率悪いからな。もうちょっとなんか簡単に集められる方法が欲しい。ラルさん、もうここは変に考えたりせずに思い切って脳筋で掘りません？それありかも。いやちょっと待ってください、掘るのはさすがに効率が悪いというか、絶対交易とかした方が良くないですか？うるせえ、掘るぞ。もうすでに脳筋になってる。第1回、山岳掘り掘りエメラルド見つけたやつが勝ち、頑張って掘ってね選手権。説明しよう、この選手権ではひたすら脳を使わずに一番掘った人が優勝である。脳を使って頭よく交易をしてしまった時点でその人は失格。要するにどれだけバカになって頭を使わずに戦えるかの、人間としての尊厳をかけた今世紀最大のバトルである。人間としての尊厳をこんなところにかけないでください。ラルさん、僕はもう神様になってしまいました。え、どうした急に？実はこれ、妖怪からエメラルドが出てくる仕様になってるんですよ。まだどんな解説系 YouTuber も発見してない超特大バグ技です。いやマジ？じゃあラルさんに僕が使ってるツルハシをあげるので、それで掘ってみてください。ある程度掘ったらエメラルドが出てくるはずですよ。ほらラルさん、さっき掘ったところからエメラルドドロップしてますよ。おいマジじゃんこれ。ってことは、うおうおうほれー。かつてのアメリカンドリームを掴んだ先住民のようにほれ。うおうおう。あのラルさんに言わなきゃいけないことがあって、実はさっきの氷壊したらエメラルドが出てくるってやつ、全部デマです。何言ってんだお前。ダメだ、ショックがでかすぎて現実を受け入れられてない。ということで思ったよりあっちの水族館よりここの山の方が便利だったので、ここに拠点を作っちゃいました。1階は完全にチェスト置き場、2階は完全に何もなし、3階は何もなし。ということで入居者募集中です。こんな危険なところ住みたくねえよ。はい、じゃあさっき死に下に騙されたせいでできなかったけど、早速エメラルド集めをしていくぞと、その前にみんなが持ってるエメラルドを一旦没収します。エメラルド集める前に持ってるやつをカウントしちゃってもなんかずるいしね。ラルさん見ててください、バイバイエメラルド、元気に育つんだよ。お前も落ちろ。
ということで隠し持ってたエメラルドを回収、合計で1スタックちょい。まあ、ハルコトが投げ捨てたりし、ニスタがブロックにして遊んだりしたのを見る限り、大体5スタックちょいは回収できましたね。半分以上が遊びに使われているという事実。よし、じゃあみんな山岳地帯に TP するよ。TP した瞬間からスタートだからね。はい、スタート。うおーおー、頑張って氷掘るぞ。いや、氷掘ってエメラルド出るのはデマですよ。これって一番エメラルド集められた人とかはなんか景品もらえます？あー、確かにそういうシステムあった方がみんなやる気出てもえそうだな。なんか欲しいのとかある？ヤルキルの生首が欲しいです。なんだろくなものねえや。じゃあ1位の人が欲しいものを自由に選ぶことにしますか。みんな頑張って。それじゃあみんながどんな感じで集めてるかちょっと観察しますか。あ、ここではダルミンが直下掘りでエメラルド探してるみたいですね。まあタイミングよくモブが落ちてきてちょうど今死んだんですけど。そしてデコポン、花ら辺は特に無茶せずひたすら淡々と掘ってますね。で、ハルコトは今何してるんだ。クリーパーにエメラルドを捧げて爆発でエメラルド減らしてます。キー狂ってるよお前。そしてカメ納豆と田中は今まで使った村とかから頑張ってエメラルドを探してます。なんかずるいけどまあええか。ちなみに何個ぐらい集めた？エメラルドブロック40スタックです。集めすぎだろお前。田中は僕は0個です。めっちゃ格差起きてるじゃん。まあこれ1096チャンク露天堀のところのビーコンから盗んだんですけどね。一応もともとあったエメラルドを採掘してる判定なのでセーフです。僕がビーコンのために集めたエメラルドが。よしよし、ヌビはちゃんと掘ってるな。お、やっぱりヌビは日頃の行いがいいから結構すぐにエメラルド。え、なんで別のところ急に掘り出すの？急にエメラルドを見つけた瞬間別のところを掘り出す。そして設定画面をいじっているのか急に止まり出す。こいつ X レイやってるんじゃないか。いやお前のことだよ。まあ別にまだたまたま掘る方向を変えただけで X レイ使ってるとは限らないか。ラルさん、エメラルド発見しました。あとこっちの方にもありました。お前もう X レイやってるやん。ラルさん来てください、僕最強の方法を見つけちゃいました。お前またデマ言ってくるんじゃないだろうな。いや今回はガチです。とりあえずこの家に入ってきてください。僕は今村を解体して棒を大量に集めてきたんですよ。そしてその棒をすべてこの商人との取引につぎ込めば大量のエメラルドがゲットできます。いや確かにデマではないけどさ、今みんながやってるのは採掘だからあなたも掘ってください。だってヌビは X レイ、田中と亀納豆は村から強奪、そして鈴鹿さんは粉雪に埋まりながらエメラルド探し、もうまともにやってる人いないじゃないですか。ごめん、今鈴鹿さんの粉雪に潜りながらエメラルド集めが衝撃すぎて何も入ってこない。クックック、お前らはわからないだろうから説明してやろう。この粉雪式エメラルド集めというのはな、凍えながら粉雪に飛び込みエメラルドを探す熟練の技なんだよ。それぐらい聞かなくてもわかります。問題なのはなんでこんなことをしてるかなんですよ。絶対掘った方がこいつ棒悪くなってあいつ退出したぞ。これにて本日の鈴鹿さんの業務は終了となります。お前の近くにもうちょっとエメラルドあるよ。え、マジっすか。おい、お前マジで都合いい時だけ戻ってくるな。で、うっちー、お前明らかにエメラルドなさそうなところにいるけど、なんで一人でこんなところいるんだよ。足を滑らしてここに落ちちゃいました。いや、まあ確かに足を滑らせそうではあるけど、ブロック積んで出ればいいじゃん。いや、僕もそうしたいのは山々なんですけど、ツルハシ持ってこないで落ちちゃったんですよね。なんでエメラルド集めでツルハシ持ってこないんだよ。まあずっとここにいてもかわいそうだからマグマ出してあげるよ。ここでマグマダイブして現世にスポット。いや、僕はここを自力で脱出する。お前の力など借りない。いや、水バケツ持ってるならそれで上がればいいじゃん。あ、ラルさん助けてください。さっき死にした先輩に教わった通りに村人と交易して集めようと思って村の原木を全部破壊したんですけど、まさかのヤシがいません。俺が全員倒しました。裏切りってこと？あ、ショックすぎてチーカワみたいになっちゃった。ということであれから3日経ちました。今のところ集めたエメラルドは20万個。残り3日なのでできれば余裕持って30万個まで集めておきたかったのですが、このままだと間に合わない可能性がある。ということで今日は一旦ブーストをかけるためにみんなで一気に集めていくぞ。ということで犠牲になってもらうのは、この森の洋館。一応ミニゲーム要素も入れるためこの森の洋館内では、節のトーテムはエメラルド10個分として計算されます。ということでラルキル軍全軍突撃。ラルさん装備がないんですけどどうすればいいんですか？いや、ゾンビ戦法で突れ。え？うおうおう、燃やせ。燃やしちゃえばビンディケーターと戦わずに倒せるぞ。いや、それ隠し部屋とかも全部燃えちゃわない？あ、ということで無事森の洋館完全燃焼いたしました。うおうおう、消化するぞ。無理です、消化より燃え広がる速度が速いです。ということで森の洋館から全員退散で、皆さん結構短かったけど森の洋館で何個ぐらいエメラルド集められました？見てる感じ結構ゼロの人が多いですね。一応30個集めたけど正直これ森の洋館探索するより普通に掘ったりトラップ作る方が効率いいですよ。そう、確かに言われてみれば。じゃあしょうがない、焦らず最終日にエメラルド50万個集まるのを祈りますか。
ということであっという間に7日目の最終日になりました。先に言っておくと、まだ誰もエメラルド50万個集められてるか知りません。今はみんなに自分が集めたエメラルドを看板に書いてもらって、その総量が50万個を超えれば達成。よし、じゃあ見ていきますか。まずはブリサーモン1161個、そして亀納豆 2.4 万個、続いて花が640個、ヌビが349個、シミスタ1214個、ダルウィン7488個、田中81個、デコポン53万1200個。デコポン53万1200個トラップで集めました。こいつ一人でこの動画完結したやん。